はい。皆さん、こんにちは。レクセンリコシナカキです。えー、それでは、令和5年の、えー、少子分析会民事系ですね。始めていきたいと思います。えっ、ー、と、今日は、大変お暑い中ですね。お集まりいただきまして、ありがとうございます。まあ、あの、いつもやったらね、あの、春、春過ぎですね。夏前ぐらいにね、えー、一応こういった分析会やるんですが、今日もうまさにま、ま、真夏の、ね、えー、お休みの日にわざわざ来ていただきました本当にね、ありがとうございます。えっ、ー、と、とりあえず今年受験された方ね、大変お疲れ様でした。まあ、ちょっとね、あの、傾向が変わったりとかいうところもあったりしますけれども、まあ、基本的な難易度であるとか、 ま、とりあえず私の分析会例年やって、やらせていただいてますけれども、あの、初見で私がもし現場で解いたとしたらどのようなね、頭の使い方したかというところをまず紹介していきまして、で、その後ですね、一応の水準から良好あたりですね、えー、これと、取るためにどのあたりね、え、カバーしてたらいいかという話をま、中心にやっていこうかなと、えー、いこうかなとは思っております。まあ、あの、少子ね、例年、あの、一応、えー、合格点とかもま、出て ますんでねあれから逆算すればまあ一応の水準は確実に超えるということは必要ですけれどもまあ全部良好取ってなくてもね良好一歩手前ぐらいでも全然合格するというところですのでまあいかに一応の水準を確実に取りで良好に近づけるかというねこの視点でこのこの今年のね問題に関しての分析会もやっていきたいと思いますはい早速ですけれどもまあとりあえずね手元の問題ですね民法からやっていきましょうとりあえず三時間ではありますが間に一回休憩入れますんで商法の第一問かなそこのところでまあ休憩入れるということ で、えー、まずはい、えー、早速ですけれども、まあ一応、配点の確認ですね。えー、民法の問題見ていきますと、3、4、3と、まあいうことで、まあ、頭が重くならないようにという注意事項になるのかなと思いますね。えー、真ん中40点大きいのと、それから、問いのうちと問いのさんが配点同じでね。で、まあ結構人間の修正としましてですね、第1問ってのは結構力を入れがちになるんですけれども、あの、問いのさんと配点一緒です。で、問いのさん力つきて点取れないともったいない話でもあったりするんでね。なので、えー、基本的に、 問いのうちは軽めにというね、こういう意識で行く方がこの問題良かったのかなと、まあ、僕だったらそうしたというね、そういう問題です。で問いのうち早速まあ中身確認すると。 えー、まあ、以下の括弧一1、弧ッ二2、2つに答えなさいと。で、えー、っと、括弧一1、D が A の反論に基づいて、請求1に拒むことができるかを論じる。から、括弧の2も、えー、e、の反論に基づいて、拒むことができるかを論じる。ということで、まあ、当事者の主張ですよね。えー、それが成り立つかどうかというところを、まあ、考えてください。で、さらに、と、えー、請求2つずつね、えー、ありますので、まあ、全部で4つあって、1つあたりは7.5点ぐらいの、まあ、ものすごく軽いところという感じになりますんで、コンパクトに論じるというね、えー、この意識は問いのしでは非常に大事かなというふうに思います。 はい。続けて問いのに先に内容を確認していきますと、えー、これも実質2問です。で、40点ありますんで、まあ、20、20かなぐらいのね、えー、そういう感覚でいいかなと思います。はい。2の括弧一、1、えー、あの、河、え、川、ー、場における E の主張の根拠とその逃票。ということで、まあ、主張の根拠ですね。えー、条文ないしは判例の根拠を示してね、えー、その逃票、要件検討してください。まあ、そういう問題かなと思われます。で、次、括弧の2、あの主張が正当であるとした場合に E が F に対し、E の損害は、えー、全部についての、まあ、賠償を請求することができるかを検討しなさいと。 はい。ということで、損害賠償の可否ね。これが括弧の2ということになります。まあ、損害賠償と聞いたら民法では不法行為か債務不履行かというところでね。まあ、なんとなくの匂いとしてはですね、債務不履行の匂いがするかなというね、そういう感じでありますけれども、まあ、その後ね、えー、釣り堀り営業すれば10万の利益というね、えー、なんとなくですけども、釣り堀り営業。 契約法的な匂いがね、えー、プンプンとしますんで、まあそういう意味では債務不履行じゃないかなという予測をね、立てながら、まあ損害賠償請求の要件、まあ415416ですね、えー、この条文の検討できたらいいのかなと思います。はい、続けて東野さん、えー、30点分確認すると、令和5年、えー、6月20日、知、えー、は契約要因に基づいて L が県に対して請求する賃料債権についての物上代の差し押さえを申し立てた。 ということで、物状代に関する問題ということで、まあ、久々ですね、定当権ね、定当権に基づく、まあ、一応ね、物状代と、まあ、いうことを検討してください。で、認めるかどうかについて、5月分、6月分、えー、結論を分けながら検討しろと。はい。ということで、まあ、問いのさんですね、あの、結構、定当権得意な方は、まあ、物状代ラッキーというね、そう思える方も結構いるというところでありまして、まあ、そういった観点からもですね、問いの位置に力を使いすぎないというところは、すごく大事なね、問題になったかなとは思います。はい。さあ、一応、問いの位置、えー、前半のところから、事実 関係の整理ですね。これをしていきたいと思います。まあ、初見での問題検討というね、そういうつもりで図を書いていきますんで、まあ、参考にね、してもらえたらいいかなとは思います。さあ、上から見ていきますと、A がビーラの有する建物に、亡き妻との間の子と、BC と居住していたというね、そんな感じで書いてありまして、はい、A、あ、妻亡くなってるか、まあ、妻でペケにしとこうかな。で、BC ですね。えー、そこにま、一応住んでたよ。 いうところがあったんですけれども、その後、ねえー、他県で居住と。で、その後再婚しまして。で、えと、デが同居と。 こんな感じのね、えー、一応、人間関係図が書けるかなとは思われます。まあ、よくあるパターンですね。5歳と前歳の間の子ですね。えい、ー、大体仲が悪いという相場でして、ここで紛争を切るだろうというね、そういう側がまなんとなく立つんですけれども、はい、え一応 AD が無償で、AD が無償で住んでいたよというね、こういう形でした。で、その後 A が遺言残さずに死亡と。 いうことで、あー、これはやばいことになりそうだと。BCD、まあ一応相続したよということで、一応相続文も書いておきましょうかね。ええー、2分の1、4分の1という感じですね。で、分割未了。ゲゲゲ <laughs>、ね 問いの位置からいきなり相続法改中ね、えー。そういう感じで、しかも、まあ今までの小試験の傾向では、偶数年度に、えー、とりあえずね、相続法と、奇数年度に相続法というのはちょっとね、あまりあの予測してなかったということで、問いの位置結構面食らった人がね、えー、多かったんじゃないかなというふうには思います。で、さらにその後を見ていきますと、えっ、ー、と、分割未寮の間に5月1日、では、なんか知らんけども、店舗に改装と。 居住用建物だったのに店舗に改装し、で、営業も始めちゃったというね、えー、そういう感じになっております。で、えー、それを知った B ですね、えー、8月10日に、あんたに住む権利はないということで、はい A、B から D ですね、出ていくようにということで、えー、持ち分権に基づく、明け渡し請求と。はい、請求はちょっと SK と略させてもらいますけれども、まあ、これが一応請求1ですね。で、さらに、 えー、4月2日以降、明け渡しまで。月5万円。これが請求にと。はい。ということで、まぁ、あえー、ここのお話ですね。えっ、ー、と、亡くなったのが4月の1日ですかね。5年の4月1日に亡くなったということで、で、4月2日からの明け渡しまでの5万円の賃料請求をしていると。まあいうね、こういう流れであります。で、それに対する反論で、 で、はい、えー、私は妻として居住してたんだから、シグボー後も住み続ける権利があるということで、え、というね、初登場です、論文でよね。配偶者居住権的な衝動もしてるっぽいというところがなんとなくわかります。まあ、結構多くの方にとってみたら、あの、面食らう、そういうテーマであるかなと思うんですけれども、で、さらにその後、されにまとめられないと、仮に、その中に認められないとしても、共同で相続したんだから、ということで、 共同相続を理由に拒む。というのがどうも、意の主張と。はい。ということで、まあ、これらの主張ですね。えー、これで、明け渡しないしは、賃料請求等、えー、そういったものを拒むことができるかどうかというところを、まあ、考えていけというね、えー、こういう話であります。はい。ということで、まあ、一応一つずつ答えなきゃしゃあないですが、頭の方からね、重くなりすぎないようにという注意ですね。えー、これ問いの1明らかに、まあ、 後ろの30点と比べて取りにくそうというね、えー、そういう感じがした方が多いと思うんですよ。なので、まあ、これもあっさりと終わらせるというね、えー、そこをまずは前提にしていきましょう。はい。ということで、まずは、えー、括弧の1ですね、えー、あの反論を基づいて困ることができるかどうかということで、まず、あの主張が何なのかというね、えー、これをまずは明らかにしましょう。えー、持ち分解も土塚明けた政権に対する、占有権限の公弁ですね、占、えー、有権限の公弁としての短期配偶者居住権というね、えー、長期の方の1028やったかな、えー、その辺 から来る条文でではなくてもう少し後ろの方です、ね、えー、これの、ま、あ一応反論するのかなと。ま、あもう、嫌だと思ったらこれ探せ。まあ、条文探すしかないんでね。えー、配偶者居住権からまず探していくと思うんですけれども、えー、1028パーっと見てですね、1号2号どれにも当たらないと。いうのはもうはっきりするんでね。じゃあ次の方だ。1037だと。えー、配偶者短期所居住権。ね。えー、こちら行くだろうと。えー、非相続人の財産に属した建物、相続開始に無償で居住。 で、次の過去にくぶる、掲、え、げ、ー、る区分に応じて、というね、丈夫の文言に当てはめしていければいいだろう、という感じでしょうね。はい。えー、1037条の1項を、ですね、えー。無償使用する権利を有する。ね、えー、そのうちの1号でしょう、えー。共同所属人間で遺産分割すべき場合、分割により居住建物の持続確定した日、または外開始から6ヶ月経過する日のいずれか遅い日、 までですね。えちょっと進むことができるということで、まあ今回まずは配偶者短期居住権ですね。えー、これの条文をまずは示すということは、これマストにはなってくるかなとは思います。で、えこの短期居住権ではありますけれども、はい、えっ、ー、と、これ B は短期居住権そのものを、まあ別に否定するんじゃなくって、起こった理由が書いてましたね。起こった理由3番のところで、階層と店舗で え、始めたというね。一回部分で店舗始めた。ここに対して怒ってるわけでね。えー、そこの怒ってるということを支える条文がなんかあるかな、ということで、えー、次の条文ぺらっと見ていけば、1038ですかね。3個あたりがまあ、気づくわけでね。配偶者居住権。 ですよ。居住するための一応権利のはずなのにね。なんで店やってんだということですからね。えー、居住権の趣旨に当然反するだろうということで、1038条の3項。まあ、これをですね、えー、称して消滅させることができると。で、えー、これによって、まあ、一応消滅するというね。えー、そういうことをま、言いたいんかなということになりますね。 はい。ということで、まずは、この配偶者居住権ですね。これを理由にして、占有権限の公弁ね。ねこれをまずは言いたかったのが、まあ、デー側ではありますけれども、それに対しての B の反論として、1038条の3項ね、無断で改装し、で、しかも、居住用ではない使い方をしていると。まあ、いうところですからね、1038条3項の消滅請求ですね。消滅の一生時。まあ、これがなし得ると。で、この場合には単期居住権は消滅する。まあ、そういうね、流れがまずかけたらいいかなと思います。で、これ、無償での使用というね、そういう まあ一応権利が A ですので、賃料の請求に対する公弁にもなるということは確かです。これはね、賃料請求に対して無償使用というね、えー、そういう一応公弁としてね、成り立ち得るんですけれども、これも同じように、1038条の3項の消滅請求によって、これは無償使用の権利というものは消滅すると。ただし、まあ一応無償消滅、ね、えー、ごめんなさい、えー、無償で済む権利が消えるのは、意思表示をした 8月までかな ?8 月の31、8月10日か。8月10日ですね。消滅ですので、8月10日以降に関しては一応、え、ね、拒むことができないと。これは、えっ、ー、と、請求2に対してです。 請求1に対してはもうね、この時点でもう拒むことはできないとなりますが、まあ、この、えっ、ー、と、5万円の請求については4月から毎月毎月発生してきているわけですのでね、4月、5月、6月については別にこあ拒むことができると。で、も拒めなくなるのは8月の10日以降、というね、えー、そう考えたらいいかなと。はい。<coughs> そういうことで、えー、一応、まず、問いの1のね、前半というのはまあ終わるかなと。まあ条文操作でまず終わらせてください。いいですかね。で、そこに対してなんか深くね、えー、掘り下げられてない。なんか気になると思うかもしれませんが、いいんです。ね。えー、問いの1、誰もこんなもん論文で用意してないというね、えー、そういうテーマですので。なので、まあそこで点を取りに行こうとする方が、ちょっとね、えこれはリスキーということで、僕だったらもうここで止めますね。はい。ということで、まあ条文の操作でまずは終わらせていく。次、ええー、カ2の方ですけれども、 共同相続を理由にということでして、これ実はもう1040条の1個戸立ち書きですかね。えー、ここがまあ一つヒントにはなります。で、もちろん、確かに共有持ち分ありますんでね。相続による条文操作。死亡によって開始。で、配偶者ですよ。で、えー、他の相続人との間では、二分の一ずつありますよ。というところになりますんでね。 はい。えー、従いまして、共有持ち分に応じて使用することができるという民法のね、えー、物件の条文を示していただいたらそれでもいいかなとは思います。まあ、1040条の一個正し書きね、えー、そこも言及するとなお綺麗かなというね、えー、感じがしますけれども、はい。とりあえず一応この、えっ、ー、と、意の反論っていうのは要は、持ち分権があると。持ち分権に基づく使用ね、えー、これができるんだ。まあ、つまり占有権限の反論ということをね、えー、まずは言っていくのかなとは思われます。はい。で、これが通るかどうかと。 ということで、これはちょっと物件法の改正ですね。これを知ってるかどうかというね、えー、こういう問題でありまして、共有者間ではこれ当然には明け渡し請求できないと。これも従来からずっと言われたところではあるんですけれども、管理に関する事項として過半数のものによる決定、これがあった場合にはね、明け渡し請求することが可能だということになりまして、252の1項。まあ、ここは、 B の反論として当然出していくということになるだろうと思われますが、ただ、反論としては完成しませんね。管理に関する行為で、管理に関するね、事項の、まあ一応、過半数での決定があれば、いいんですけども、本件では過半数なしと。なので、 はい。拒みうる。条文操作をするだけでいけば、おそらく拒みうるというね、えー、そういう結論になりうるかなという感じはします。ただ、ちょっと今回気になるのはね、改装という行為は、これ、共有者間での、まあ、ま、ね、えー、その、利用方法としてみると、処分行為、変更行為に当たりうるんですよね。で、この変更行為してるというところをどう見るか、 単独で変更行為してると、いうことは、その、利用権限認めるというのは少し、なんか、変だなと。ね。えー、改装する権利はないわけだから、改装後の利用する権利を認めるというのは、ちょっとなんか変だなという感じで、やっぱりしてくるんでね。なので、まあ、変更に当たり得るということを理由にですね、えー、この、明け渡し拒むことは許されないというね、えー、そう考えるのも、実はあり得るかなとは思います。ちょっとここは考えどころではありますね。えー、変更行為に当たると。 変更後にあたる行為はすることができないわけだから。変更後のね、えー、その居住というのももちろんできないはずというふうに、まあ、論理的に考えることもできなくはないです。まあ、そこはちょっと現場思考的な部分でね、挑戦しようと思う方は挑戦したいだけ結構です。で、これ紐付けがちょっと難しいなと思った方は一旦止めてですね。 過半数に関、ね、半数での共有に関する事項の決定というのができないので、まあ、手しは請求できない。で終わらしておくね。それでもまあいいのかなとは思われます。はい。とりあえず一応の水準にしようと思うと、やっぱりこの辺の条文操作ね、少なくともまあ相続の条文ですね。これの柱になるね、890とか、 900条1号とか、あと共有墓地分の249条1号とかね、えー。この辺の柱の条文は最低限拾うと。で、あとは細かく条文拾って良好に近づけるというね。えー、そういうやり方もあるかなと思いますので、まあ問いの1ですね。いかに条文を丁寧に拾うかというね。えー、そこが重要なところかなとは思われます。はい。さあ、5万円の請求に対してはどうでしょう。はい。5万円の請求に対してはこの共同相続ということで拒むことができるかということで考えてくると、はい。えー、2492ですね。 ここはちょっと最低限拾いたいところです。はい。えー、別段の合意ある場合除き、他の共有者に対し事故の持ち分、超える仕の、えー、超える、えー、使用の対価を召喚する義務を負うということなので、これは拒めないですね。2492個がありますので、共有持ち分を理由にして、支払いを拒むとあ、あ、支払いを拒むと。 ということは、これもできないぞ、ということになります。はい。ということで、まあ、括弧の1ですね。えー、これについては、明け渡し請求は拒むことができない。で、えー、賃料請求については、8月10日までは拒むことができたと。 ということになるでしょうね。で、えー、カッコの2に関して、イの反論基づいていくと、開けた請求は、まあ、拒みうる。ただし、変更行為に当たることを前提にして、変更後の仕様とは認めないというふうな、まあ、一応、ちょっとね、えー、突っ込み、えー、か、まあ、深掘り、えー、した方はね、それはそれでも全然いいかなとは思いますが、まあ、どっちかでしょう。で、えー、カッコの2のイ、え、請求2の方かな。こちらの方は拒めないというね、えー、そちらの方に行くのが、まあ、筋なのかなとは思われます。はい。 まあ一応条文の操作だけでできたかどうかと、これは最低限と。これで一応の水準です。で、そこにまあちょっとね、えー、配偶した居住権。 ね、えー、居住が前提でね、えー、居住じゃない使い方してるんだから消滅は当然だとかなんかこうね、えー、若干ちょっと条文の深掘り的な説明とかね、あるいは変更に当たり得るとか、あるいは細かめに条文拾うとかですね、そのあたりでまあちょっとだけね、えー、点取れそうだったら突っ込んでいくという感じでいいのかなと思います。まあ問いのうちに関してはこれは無理をしないというのが一番ね、大事なところかなと思います。はい。まあ一応初見での私の回答ね、えー、その辺かなということで、まあ参考等はもね、え、一応ある程度書いてますが、まあ一応見て、参考ね、見ていただいたら結構かなと思います。はい。えー、次1問 問いの2関係ですが、はい、全くャンが変わります。はい、養殖業を営んでいる E が、い、池で、えー、一等級の錦鯉、これを養殖していると。まあ、鯉に関する話はよくわかりませんけれどもね、ね、えー、一等級の錦鯉、ね、イ、えー、これがどうも題材です。で、F が出てきまして、はい、えー、8月10日、8月1日か、えー、養殖池見て回って、えー、この E との間で、 育成中の100匹のニシキゴイ全部を買う契約、これを結んだと。いうことで。はい。ニシキゴイの契約ですね。えー、一応ま、ここについて本件濃いなんちゅうね。えー、そういう一応略称がついておりますけれども。はい。100万円での売買契約。S。まあ、これはセールね。売買をさせてると思ってください。で、なんとなくですが、この匂いですね。契約法だなという匂いがします。よね。契約法だなと思ったら、私は一つやるのは、債権ごとに分解するという図も一応書いておきます。 E から F に対しては当然代金請求権。F から E に対しては引き渡し請求権というのがまあ一応あるよねと。はい。これにまあ一応分解して図をね、書いておくというふうにするといろんな契約法の問題に対処しやすくなるかなというね、そういうところがあります。はい。で、引き渡しの方がこれが10月1日と。で、引き渡し後。 2ヶ月なので、2マンスで 2M と書いておきますが、はい。引き渡し時期については、こちらが先、引き渡しが先、その後代金支払いというね、えー、そういう、まあ一応戦後関係になっております。なので、まあ少なくともこれ同時履行の答弁はないぞというね、えー、そういうことに、まあ確定ですよね。えー、先履行というね、えー、こういう問題になっております。はい。で、しかもですが、育成中の100匹の錦鯉全部と書いてありまして、 恋は、まあ、一匹一匹顔が違うかもしれませんけれどもね。まあ、基本的には特定物じゃなくて、不特定物というふうに考えた方がいいのかなと思うんですが、ただし、まあ、この範囲に限定のあるね、不特定物ということになりますので、制限種類再建だというところもね、えー、パッとこの段階では気づきたいところではあります。制限種類再建。というのも、一応ここにメモを入れときます。聖種と書いておきますけどね。えー、制限種類再建だなと。はい。なので、この恋が全部死んだ。 利口不能になると。こういうことですよね。えー、とりあえずはまあ制限種類再建でこの後なんかトラブル起きるに違いないと。いうことでまあ見ていきますと、その後、はい、えー、どのトラブルか。えー、まずは、え3番、まあトラブルではありませんが、令和4年9月、えー、11月から行われるね、秋祭りに際して、えー、からないはずのおついけ、えー、これでつぶりやろうというね、そういう計画を F は立て、あ、じゃい E か、E が立てていると。はい、計画とだけ書いておきます。 はい。まあ、ここ、なんで本件計画と書いてくれないのかなって感じがするんだけど、ま、あいいや。はい。えー、続いて4番。10月1日の早朝ですね。えー、引き渡し日ですね。えー、本件行為を出荷用容器に入れて運び込み。ということで、制限種類債券です。不特定物ですので。で、しかも、これ、えー、と、引き渡しがここですね。E の事務所でですから、取り立てや。これも書いとかなかね。取り立て債務。で、取り立て債務に関して、E。 自分のところに来てもらうに際しては、準備分離通知がいったはずでね。いいですかね。特定するのに準備分離通知がいるということであったんですが、まず今回、えー、出荷用容器に入れて、なので、まあとりあえず準備、で、事務所に運び込んだ分離と、あれ通知はというところがね、えー、ちょっと気になるところでありますが、その後、えー、見てくると、えー、事務所待っていたけれども、来訪することはなかったと。はい。ということで、はい。10月1日の日に、 準備分離。ここは終わってます。で、10月2日になって、通知と。いうのがまあされてる感じですね。で、引き渡し。ね、えー、日が過ぎたので、再発、取りに来てくれと。で、来る時には、前日まで連絡くれというね、こういう話をしておりまして、はい。本件では特定はまあ、とりあえずここになるのかなと思われますけれども、準備分離で足りるのが、 4,9,3と条文だけ書きましたけれども、弁済の提供ですね。取り出た債務ですから。取り出た債務に関する、弁済の、えー、一応提供、え利効の提供というのは、準備分離、ね。えー、これで足りると。ま、いうところでありましたね。はい。そういうことで、まあ、一応10月1日の時点で、まあ、とりあえず準備分離ということで、利効の提供を完了してます。いいでしょうか。ってことは、以後、F は、 受領地帯になっているというところも、まあ問題文からね、えー、読み取れる事情になります。はい。受領地帯になっているぞ。はい。ここまでね、情報としては把握できます。で、その後5番。F から特に連絡がないまま2週間過ぎたと。で、この間も毎日、池に戻した鯉の世話を続けていたと。まあ、いうことで、まあ一旦ね、えー、池の鯉100匹ですかね、えー、戻してもう一回餌をやり続けているというね、そんな感じでして。まあ、これ E からすると、 引き渡しさえ済んでいれば、引き渡しの後に、ここね、えー、いろんな利用法をできたのにそれができなくなったじゃないかというね、えー、そういう不満を当然抱くわけですけれども、まあ、その辺に関しての、ま、不満というのはね、えー、この後問題としてちょっと違う形でね、聞かれてる感じになります。はい。え、16番行くと、10月16日。はい。え、F に対し、受け取りに来い。受け取りに来なければ解除するぞ。ということで。はい。 これ、受領地帯を理由に解除しようとしてますね。いいですかね。受け取れというね、えー、その催告を押し、で、31日付で解除するぞと。はい。と言っておりまして、受領地帯で解除。あらら、これは例外的な感じだなと。一応、受領地帯に関する、まあ、学説、いろいろありますが、判例は、基本的には、受領地帯は法定責任だと、いうふうに考えますよね。つまりは債務不履行じゃないと。なんで解除できるんだと。 ちょっとここのところ説明がい想そうですね。はい。で、その後行きますと、えー、10月、えー、じゃあこの日にはね、プラスです。11月上旬に使用の予定がある。で、かにしなきゃならないことも説明したと。ま、あいうことで、えー、計画説明もここに入ってます。で、そのまま、えー、っと、結局10月30日過ぎても取りに来られず、ね、えー、断念せずらいなくなっちゃったというね。 そんな話になっております。で、その後わざわざ数字が書いてますね、8番。まあ、これはどうも使わなきゃいけないんでしょう。えー、令和4年8月初めには1万円。で、その後10月初めには8000円。だんだん値段が下がって10月末7000円。11月末6000円とね。なんか数字が書いてある。損害賠償の基準時に関するお話ですよね。えー、どうもそのお話が来てるっぽいなというね。えー、そういう予測が立ちますが。まあ、一応こういうのは、グラフ、書いときますかね。 1>, 1万円だったのが8,000円,円になり7,000円になり6,000円になりと、はい、いうことでまあグラフを一応書いておきますけれどもね。 ま、この辺は、えー、損害賠償の基準時の問題だったらもう書かざるを得ない図ではありますけれども、これ、普段の問題とはちょっと違うなというのがまず一点。えー、典型的に考えるのはこれ、値上がりの方はよく考えるんですけどね。今回逆ですね。値下がりということになりましてですね。えー、値下がりに関して、ま、どう扱うかというのはね、えー、結構ま、頭の使いどころではありますね。えー、値上がりであれば、それは特殊事情だとかね、えー、そういうような感じを言ってですね、えー、特別損害としての請求ができるかどうかを考えるみたいな話ではあったんです。 けれども値下がりりなっておりますちょっとそこは普段のね、えー、典型的な問題とは若干違うと言えば言えるところかなと思います。さあ、そういうことで、えー、一応事実関係としてはそこまでで、はい、えー、11月末になって解除を主張して、で、それを前提に損害賠償請求ですね、えー、恋の代金相当額100万円、釣り堀の営業利益の10万円、これを請求したというね、えー、そういう話になっております。はい、えー、ちょっとこれ違和感がかなりあるんですけれども、はい、えー、あの方が、 解除で、いの方は、恋の代金相当額と、釣りぼりの10万円と。はい、ということで、これ問題としては僕悪問だと思ってます。括弧のい。 100万円代金相当額請求してるんですけど、まあ、引き渡ししてへんやないかと。<laughs> 引き渡しもしてないのに100万円もらうんかでね。えー、そういうところ、ちょっと違和感がすごいあるんですけれども、まあ、請求の仕方として普通、まあ、実務会えたらこういう請求1000円やろなって感じはするんですけどもね。えー、とりあえずま、一応、えー、は、引き渡しもないのに100万円の代金相当額請求すると、ちょっとなんか変な感じがね、えー、するところあります。えー、代金欲しかったら別に、ね、えー、ここ、普通に、 解除せずに代金ね、ちょうと言ったらよかったわけでね。代金相当額の損害賠償請求とね、引き渡してもないのに何言ってんだろうというね、ちょっとこれはすごい決対なね、ええー、感じのまあ一応請求ではあります。さあ、えー、2番の問題検討していきましょう。はい、えー、まずは受領地帯を理由とする解除というね、えー、これをまずは言っていくということになりまして、まあここはちょっと40点ありますんで、少し丁寧めにね、行きたいところではありますね。はい。 はいえー、受領地帯を理由とする解除、まあ、解除としてはおそらく541条だろうというふうに思われますで。まずは受領地帯の認定ですよね。これをしておきましょう、えー。10月1日に取り当て債務の引き渡し予定と。で、準備と分離をしていると。 493、49正し書き。なので、以後、まあ、受領地帯という状態になっていると。これはまあ、事実の認定としてね。はい。受領地帯であることの認定。まあ、ここはやっぱり丁寧にやって、損はないかなという感じがします。はい。えー、取り立て債務ですよ。 で、えー、ここの認定ももちろん事実としては、えっ、ー、と、E の事務所において10月1日に引き渡すという契約になっているので、取り立て債務に当たると。で、えー、これの引き渡し予定の10月1日に E は準備をして、分離をしているので、取り立て債務に関する、まあ、弁債の提供をですね、え、493正出し書き、まあ、これは一応完了していると。はい。債務者のね、えー、債務の離婚制で債権者の行為をこ要する。まあ、これに当たるかな。準備。 授業採刻すいませんん準備分離だけで足らんな失礼10月2日やね。そうするとね。すいません。えー、ちょっと、前言撤回します。準備して、通知ですね。10月2日、大変失礼いたしました。えー、思い込みは危険ですね。えー、4挙算出しが読んでよかった。えー、準備したことを通知して、その催告。まあ、10月2日に一応ね、えー、一応、ここは、受領地帯というふうに言えるかなと思います。はい。なので、ちょっとここですね。えっ、ー、と。 図を修正しておきます。はい。10月2日の通知ですね。えー、それ以後、まあ、地帯になっているというね、えー、そういう形にしといてください。すいません。えー、ちょっと49さんのね、ちょっと思い込みで喋、えー、ってしまいました。大、は、変、い、失礼いたしました。はい。えー、そのままいきます。えー、受領地帯は認定できるんですけども、これで解除までできるかどうかということで、ここでま、法的性質ですね。これを入れていくといいでしょう。で、おそらく多くの方は法定責任。 債権者は権利を有するだけ、飼い主の方に引き渡請求権があるだけであって、受領義務まではないというのが原則であると。これもまあ一応原則論から書いておくと丁寧ですが、まあ、例外的に審議則上受領義務がある場合。 この場合には、解除することができるというね、こういう話になります。で、例外的に本件で受領義務があるかどうかということで、まあこれはヒントとしては判例ね、皆さん知ってるかなと思いますけれども、まあ昔あった判例ですね、山の硫黄を全部買い取る契約みたいなね、そんなのがあって、で、それを受け取りしなかったとかね、そういう人が、まあね、受領地帯で新規則上の受領義務が認められているというね、そんな判例がありましたが、ま,あ、まさに本件そうですね、西木鯉、育成中の鯉全部の 引き渡し契約。ですのでね。転売不可。おついけ、育成中全部ですね。育成中とかこれ、養育中。まあ、育成中って書いてあるから、そのまま使っちゃおうか。育成中。全部。ってことは、まあ、これ要は、解除するまで転売できない。ね。えー、転売が、まあ、まあ、転売ってあれやな。 はい。他の人に売るのがね、現状負荷という状態になります。はい。そうすると、やっぱり、ね、えー、え、自労義務があるだろうと、いうことになりそうかなと思われます。はい。自労義務ありと。で、これを前提に、 はい。あとは493条の、え、4十1条の再告の要、再告解除の要件ですね。10月16日に再告をし、で、そのまま相当期間、ね、経過後ね、受け取りをしなかったと言えるので、10月31日の解除を認められるということになるのかなと思われます。はい。まあ一応ここにもね、丁寧に当てはめというところで、まあ点を取っていきましょう。で、これは、あの、おそらくですけども、あの、取るべき問題ですね。しっかりと取るべき問題です。で、おそらくどこで差がつくかというと、ここの、 受領地帯の認定のところですね。ここが雑だとちょっと点が伸び悩むと思います。それと、受領義務が原則としてないというね、原則論を一応忘れてしまうと、これももちろんね、原点自由になり得る。 まあ、あとは、審議則上の受領義務に関するところでね、まあ、事実としてはここを拾わなきゃいけないので、他のところ拾っちゃっても、やっぱり事実ね、えー、おそらく減点対象ということになると思いますので、まあ、育成中の、まあ、池の、えー、鯉全部ですね、えー、これの、まあ、売却契約なので、契約が有効である限りは他にね、売ることもできない、そういうものなので、えー、審議則上を受け取る義務があると、まあ、いうふうにね、言っていくのかな。まあ、一応他にも事実としてげるとしたら、ね、鯉ですのでね、生き物でありますんでね、えー、生き物ですね、えー、やっぱりこれね、えー 受け取りしてもらえなければねその後なくなったりとかして、えー、その、えー、売る機会をね意識してしまう可能性があるとかねまあ、そういうのもまあ追加で言えるのかなという感じはするんですけれどもはい、まあ、一応は受領地帯を理由とした解除、まあ、認めるというね、えー、そういう論拠を立てていただいたらそれでいいかなとは思いますはいで解除を前提にして次の2番100万円と10万円の請求するというね、えー、そういう話ですけれども、まあ、まずは条文の根拠からいきましょうか100万円の 代金相当額の請求。はい。えー、乗務としては415。はい。えー、代金相当額、店舗賠償的な感じの請求なので、415の2項、3項かな。はい。これをまあ一応言いたいんだろうと、いうふうに思われます。まあ解除された場合に、えー、履行に変わる損害賠償請求。で、今回、履行の対象は、代金じゃないからね。 飼い主の受領義務の履行に変わる損害場所です。はい、受領義務の履行に変えてというね、えー、そういう感じですね。はいでまあ、とりあえず 債務不履行あることは前提にしてくれっていうのが過去の2ですので、まあ例外的に受領義務あり、で、それに基づくね、えー、変わる損害賠償の解除の要件、一応さっきも満たしてた。なので、おそらく3号は満たすんだと。ただし、まあ一応前提として、えー、前項全の規定に損害賠償できる場合においてとあるのでね、とりあえず、まあ不可抗力等の抗弁ですね、ただし書き、面積の主張、まあこれは反論として出てきうるんでね、面積自由があるかどうかというのは、まあ前提としてね、考えてもらえるといいかなとは思いますが、 はい。え、面積自由。ちょっとないですね。受け取りしなかったことに関して、F は、儲からなさそうだから勝手に辞めたというね、ものすごく身勝手な、ね、理由で、えー、一応受け取らなかったわけですので、面積、これは本件ではないだろうということはね、どっかで書いてもいいかなとは思います。はい。で、あとは損害額ですね。本件では1万円なのか、 いつの時点での金額でいくのかと。で、これについては一応解除をした場合には解除時と考えるのが原則。まあ、ここは一応担当用の知識で皆さん持ってるだろうと。金銭債権に転嫁した時ですね、えー。そこが基準になると。で、受領義務ですね。えー、これがまあ一応ね、金銭債権に転嫁するのは解除時だろうと。まあ、いうふうに考えてね。で、解除時点での、えー、7000ですね。 まあこれが一応損害賠償のまあ根拠になり得るというところになるのかなと思われます。はい。まあその後値下がりしてるけどねというね、えー、そこに関しては、まあどういうふうに使うかですね、えー、使えたらいいなというところありますけれども、まあ使うまでもなく実は反論で、はい。えっ、ー、と F の側からの反論ですね。解除によって引き渡し債務免れてるんでね。 この観点から何か反論をつけたいですね。これ引き渡し債務を免れてる。つまりはその物そのものは E いの手元に残ってるわけでね。他に売りゃいいじゃないかという感じになるわけですよね。はい。引き渡し債務を免れることによって利益を得てるというふうに言えるわけですよね。まあ以上ね、今回債務不履行によって、えっ、ー、と別の利益ですね。これも得てると。 でその債務の価値は中途7,000円ちゃうのと。 解除時点で免れた債務の額ですね。えー、これは10月末ということで7000円ということで、1000万の請求、いや100万の請求かな。これについてはまあ否定するというのもまあ考えられるかなと思います。まあとりあえず、え、解除の請求をした時点が、損害賠償請求した時点が11月末なんでね、11月末時点でのまあ一応ね、金額で引くというのもまあ考えられなくはないですけれども、もう全額引いても僕いいかなというふうには個人的には思ってます。なぜならば、だって声が手元全部ね、え、いいの元に残ってるんだからね、い、e、いとしては別に他に売ったらいいわけで、 損得なしですね。引き渡し債務ね、これ免れて、その代わり代金取れなかったと、チャラやんかという感じがするんですけどもね、え、そういう意味で、え、なんでこれ損害賠償としてね、え、立つのかなと、実際立つんだろうかどうなのかというのは結構疑問がね、多くあるかなとは思われます。はい、7000にするのか、6000にするのか、 あるいは1万円にするのか、いろいろ考えれるところではありますけども、そこはさ、自分なりの筋を立てて書、書いていただいたらそれで結構だろうと思います。はい。まあ一応100万円に関しては、僕は正直むって、これは悪問だと思っております。ね。えー、こんな請求する実務家いるんかな、というね、えー、気がするね。えー、引き渡せえも自分引き渡しし,、ね、してないのに、代金だけくれっちゅうね。何を言うてんねんでね、いう感じがするんで、えー、そういう意味でちょっとここは若干ちょっと、ね、違和感をね、覚える、えー、そういう問題ではあります。はい。 ただ、ま、10万円の方、こちらの方はね、えー、ちゃんと取りに行きましょう。えー、とりあえず、釣り堀ですね、えー、これの、ま、計画、これで営業できなかったことを理由にする、まあ、一応、営業利益相当額の損害ということで、一応、基本的には特別損害に当たるかなと思われます。で、特別損害になると、相当因果関係の原則からして、4162項、これを使うと。で、予見すべき、 これは債務者の方ですね。で、しかも、債務不履行時までに予見すべきと言えた場合に、4162項によって特別事情の損害の賠償請求が可能になりうるという感じです。はい え、一応今回、まあ、計画ですね。え、この11月1日から7日までのその秋祭りの計画。いうところは、ま、一応特別な事情によって生じるべき損害にあたりいるんでね。え、そこについて予見すべき。なのは債務者ですよ。で、その予見すべき時期は債務不履行の時点まで。さあ、今回債務不履行の時点っていつですか中東。受領地帯を債務不履行にしてるんでね。 まあ、10月2日の時点が債務不履行時と見ることはできます。で、10月2日の時点までに予見、しえたかどうか。ですね。え、11月16日に通知してるというところはありますけれども、この計画ね。11月16のその説明では、ちょっと債務不履行時までの説明とはちょっと僕は個人的には言えないのかなというふうには思っています。なので、 ま、この計画説明によって、えー、債務者、ね、予見できたというね、えー、そういうふうにはちょっと言いにくいところあるかなと。むしろ10月2日までに予見すべきというふうに言えるかどうかと。で、まあ、今回のところはね、あの、とりあえず全量の引き渡しを予定している契約ですんでね。10月1日以降は空っぽになる池のはずですよね。もともと育成中のその鯉全部を売るという契約だったわけだから、引き渡し後は空っぽになる。 カラぽになれば、その間何か別に利用するということは十分予見できたというふうに言える可能性はあります。まあ、本件のような使い方ですよね。え、レンジの使い方も当然あるし、他の行為を使ってなんかこう育成するなんてのも考えれるしね。そういう意味で、ま、その他の利用方法というのは当然予見すべきというふうにま、無理やり持っていってもいいかなとは思います。はい。えー、とりあえず10月16のこの説明で予見すべきというのはちょっと僕は時点が違うかなという気は個人的にしとるんで、10月2日までに予見できるものとしては、他に転用 してなんか利用ね営業を上げるというところのまあ一応、予見可能性はあるかなと思いますが、そういう意味では、今回の,その池でのね営業利益相当額については認めないというのもありえます。いいですかね、えー、本県での鯉を釣り堀か、釣り堀の計画で10万円の営業利益相当額、えー、これについては事前に予見すべきとまでは言えないと。 なので、え、それの特別損害は認められない。因果関係は認められないというね、そういう結論もありかなとは思います。はい。ということで、まあちょっと10月2日までに、ちょっと無理かなという気は個人的にはします。すいません。ちょっとあれこれ書き込みすぎましたけども。 はい。え、一応416の2項の請求については、ちょっと私ね、え、今回の問題については、まあ、ネガティブな方向の印象、心象ね、持っているところでありますが、まあ、こちらはもう別に結論としてはどっちでも結構でね,ね、筋が通ってればそれでいいかなというね、そういう内容であります。はい。ということで、まあ、ちょっといろいろと書き込みましたけれども、はえ、損害賠償については個人的には、まあ、全部否定というね、そっちの方向もありやろうと思いますが、まあ、100万のうちは一部認め、10万の方も何とか説明つけてね、え、予見すべき、ね、えー、他に、 え、利用方法をね、当然、よ、十分予測するべきだと、いうふうに持っていってね、え、損害賠償請求、まあ認めると、相当額の損害認めるとかね、そういう形で、まあ一応ぼかしてね、言うのはありかなと思います。はい。まあちなみにですが、僕がもしね、え、この E の代理人の立場であれば、どんな損害賠償請求するかというと、おそらくですけれども、10月2日から、その、ずっと引き渡し、ずっとね、しなかったがために、餌代とかかかってるわけですよね。そういった餌代に関する追加請求であるとか、あるいはその間の、まあその、釣りりの、釣り堀という がね、えー、その池のまあ使用量相当額ですかね。えー、それの請求するとこっちの方が筋だろうというふうには僕は思うんですけどもね。えー、なんで、えー、こんな変な請求してるんだろうなっていうね、えー。そこはちょっとものすごく違和感持ってるんですが、まあ一応というのにに関してのね、えー、お話はとりあえずは415、416の枠組みに乗っかってまあ一応説明するというところがね、えー、できたらまあ一応の水準は堅いかなというふうに思われます。はい。あとはまあ受領義務の、えー、認定丁寧にするであるとかね、えー、受領したので認定を丁寧にする。それからまあ一応損害に関してねえっ、ー、と時期で ですね。え、そこをま、正確にま、規範を足して当てはめする。まあ、そのあたりでね、えー、加点がどんどん狙えたかなというふうな問題かとは思います。さあ、以上問いの2ですね。まあ、ある程度取りたいなと。ま、カッコ1は特にね、えー、取りたいなというところですが、まあ、問いの2でどれほど、ま、積み上げできたかですね。えー、そこは大きな合否にね、えー、直結するような問題だったかなとは思われます。さあ、一応3番関係いきましょうかね。えー、全く違う、えー、事実関係ですけども、えー、G が、 賃貸用建物。えー、これを所有している。で、H から2000万。はい。まあ、これも物上代確定ですからね。えー、とりあえず物上代来るぞっていうね、えー、そういう前提で、えー、見ていきましょう。はい。これ一応アルファ再建にしておきますが、えーと、便彩期が令和5年の5月31と。で、 この債権担保のために、抵当権。はい、これが設定されたというね、こういう流れになっています。続いて、令和4年5月、G は、K との間で、賃貸借契約。月25万の賃貸借契約が結ばれています。はい。ところが、令和5年1月、G の経営が悪化し、 で、弟から200万を借り入れ、で、5月1日までに弁済と。はい。ということで、弟です。身内ですね。はい。という、まあ、多重債務状態の G になっておりますが、はい。えー、その後、ベータ債権5月1日が過ぎても払われなかった。で、どうするかというと、話し合いの結果、こうされております。 GK 合意解除とおいおいおいって感じですねでさらにその後 G が L に勝つと、まあ、このあと月3万とありますねでさらにその後 K から L に あ、K から、L から K ね。L から K に月25万でまた、天体する。こういう約束。で、実際には K が使い続けてるということなんで、まあ、何のためにこの天体尺を仮想しいんだというね <laughs>、感じがするような、まあ、ちょっと違和感のあるね、そういう天体借契約になっております。はい。まあ、おそらくですけれども、まあ、これはですね、この賃料債権でもって L に、まあ、弁済ね、一応債、 債務の弁済に変えるというね、えー、そういうところをやろうとしてるのかなと、まあこの賃料債建でもってね、エールに対する弁済しようというね、えー、こういう話をまあ一応してるんだろうというふうに思われます。はい。で、えー、実際にはこの三万については支払われないというね、えー、こういう話でありました。はい。で、さらに五月分の賃料に関しては、六月分と合わせて六月ね、えー、これに払おうと。 という、まあ、賃貸借。もともとあって、物上代位されそう。で、物上代位されそうな賃料に関して、えその賃料を弟に優先的に与えると。まあ、なんとなくですけれども、身内を優先しようとしているところにけしからんさを感じるわけでね。そういう意味でも、まあ、この、えと、仮想の天体借契約というものに関して、なんかこうね、え L の収益を認めるっていうのは、ちょっとなんか変だなという感じがすごくね、してくるところであります。はい。で、実際の、まあ、流れですけれども、その後3番、えー事実3を前提として、 次の問いに答える。で、えー、令和5年の6月、H は契約用に基づいて、L が K に対して有する。ここですね。この、えー、5月分の賃料再建について、物上代の申し立て。で、えー、物上代が認めるかどうかを、5月分、6月分以降で分けながら検討してください。というね、えー、こういう内容になっております。はい。ということで、まあ、H からすると、G が有する賃料じゃなくて、 天体人が有する賃料債権になってますね。まあ、典型的な論点の一つありますけれども、天体賃料債権まあ、これはある程度の人が、あ、かけそう、と、ねえー、思う。そういった要件になるかなと思うんですけれども、ちゃんとこれ要件から入ってくださいね。いいですかね。えー、物上代位ですので、えー、372で順用する304条でありまして、 はい、えー、要件としましては、えー、売却人体、メッシ傷によって債務者が受けるべき金銭、その他の物。で、払い出し、引き出し前の差し押さえというね、えー、その、ま、304条の1項の、本文要件と正し書き要件です。で、正し書きの本件、差し押さえはしているというところなので、問題は本文要件というところになります。で、ここに関して、 ま、この問題ですね。え、これを書いていくと。いうことで、まあ、これは多くの受験生が、おお、来たというね、そういう典型的な論点として書けそうな、ね、そういう部分になるのかなと思いますけれども、まあ、そこでちょっとね、書き負けるとちょっと怖いのでね、ちゃんとま、そこは判例を踏まえた辞説をね、しっかりと展開するというところが大事かなと思います。はい。え、文言としては、これ、債務者が、受けるべき金銭と、 で、この債務者に、天体人 L が入ってくるのと、言うと、原則入らないですね。天体人は、その、えー、っと、低等権の、非担保債権の債務の弁債について責任を負うべき立場ではないのでね、基本的にはこの債務者に当たらないのが原則であると。 いいですかね。基本的には、低等権の非担保債権低等権設定者ですね。低等権設定者が、まあ、ここの債務者として想定されているわけでして、その低等権設定者じゃない天体人ですね。そこが、ま、この債務者に含まれると解することは当然できないと。ま、いうふうにね、原則はなるかなと思われます。ただし、例外的に、まあ、判例もありますね。え、執行妨害的な事例ですね。執行妨害的な事例に関しては、債務者と天体人、これを同時することは考えられると。 ま、例外的に債務者と天体人が同士できる。ね。えー、そういう、ま、一応場面。まあ、ここ債務者とありますが、要は鉄、徹頭圏設定者ね。設定者と天体人ですね。えー、これ同士できるような事情、これがあるかどうかというところで、まあ、あれば、物上代が可能というふうに考えていくことになるでしょうか。はい。で、本件では、ま、様々な事情がありまして、えー、とりあえずは一応、形状ですね。元々の契約、これが解除されていると。 でこの転体社契約がまあなされているというところでありますし、で一応実際にこれ、どうしてできるかというと、同、まあ、してできない、別人、一応ね、形上、えー、っと、G、L、別人格、でしかも、L への β 債権、未払い、その、 弁済方法として、まあ、転退。これがなされているということでね。まあ、そでは正当な債権回収というそういう側面は否定はできない部分は一部あります。一部ありますけれども、GL 間これは兄弟ですね。身内ですので、純粋な第三者として取引安全。 これを図るべき立場ではなくって、えー、むしろそういった取引安全からは最も遠い存在ですね。身内の中なんでね。えー、取引安全を守るべき必要性というのが基本的に少ない。そういう人的関係だということに加えて、基本賃料が3万円。しかも、払わない約束と。まあ、実質的に見るとこれ要は、 元の G の K に対する賃料債権これを L に譲渡したのと同じような感じなんですよ。で債権譲渡に関しては基本的に物上段の対象にしますでしょう。 払う渡しまたは引き渡しに当然含めないしね。えー、再建上等されたとしても、これはもう定等権物上代位が優先するというふうに考えるところでしてね。それとの均衡から考えても、やっぱりこれはね、えー、許されない、えー、天体者契約だろうと。実質的に債務者とね、えー、天体にというの同志するべき事情があるだろうと。いうふうにね、え、考えるところかなと思われます。はい。まあ、ここは気づけたらラッキーかなと思いますね。元のね、えー、三景上等というところとね、えー、比較して、えー、再建上等とまあ、近接していると。 で、再建譲渡であった場合には、これは当然物上代が優先するというね。まあ、ちょっと要件が若干違います。ただしが企業件の判例ではありますけれども、えー、そうは言うものの、まあ、その場合に、ねえー、物上代を優先するというのであれば、本件でも同様に物上代を優先するという理屈は、まあ成り立ちうると、まあ、いうことになるので、まあ、これ、加点自由だと思いますけども、えー、これは家庭自由で気づけたら、まあプラスだと思いますが、最低限、兄弟間で、わずか3万円で、しかも払わない契約。ということは、まあね、あくまでもこのね、えー、賃貸、えー、金、 えー、GL 間の基本賃貸借ね。GL 間の基本賃貸借については、まあ、あえて作出した仮想的なね、えー、そういうものと、まあ、同士できると、まあ、いうふうに言うことができるかなとは思われます。はい。まあ、そんな部分で、え、一応、物上代は、まあ、肯定するというね、えー、そういう方向でいいかなと思いますが、さあ、その後、5月分、6月分で何か結論が変わるかというね、えー、ここを気づけたかなというね、えー、そこはちょっとね、条文知ってたかどうかだけの問題になりますね、まずね。はい。えー、これ、物上代 天体賃料債権に限らず、賃料債権に対するね、物上代は、371かな。371の条文。これに照らして、えー、判断する必要があります。えー、提権、えー、担保する債権についての不履行あったときは、その後に生じた果実にも及ぶと。いうところでね。はい。一応物上代は、まあ一応できると。はい。まあ一応本文要件 OK と。いうふうにした後で、371の問題ですね。これがあります。 で不履行後に生じた、生じたの文言を素直にいくと、債務不履行になったのは、今回、アルファ債権が非担保債権ですから、令和5年5月31日以後に生じたもの、つまり6月分のみと、はい、これ、形式的に見るとこうなります。生じたというね、発生だけ見ると、6月分以降が、 債務不履行後に生じたですね。えー、これになりますね。けれども、この生じたというね、えー、そこの文言を発生じゃなくって、弁債期到来と見ることも常連できるんでね、えー。そういう意味で、まあ、物上代による回収可能性をまあ、上げるというためには、生じたをこれ、発生に限らずに、その、債務不履行、 後に、弁債期到来するという形でもね、物上代優先させてもいいかなと。まあ、ここの371条の、えー、定等権者による物上代、ある程度制限する理由というのは、まあ、これ基本的には、あの、設定者の利用、ね、使用収益権限を尊重するというね、えー、そこにあるわけですけども、えー、そこのね、使用収益権限の尊重が、えー、できなくなった以後のね、えー、賃料再建に関しては、低等権者による回収、これを認めるんだと。で、まあ、そこは、 あの、弁裁期を基準でもいいだろうと、発生値ベースじゃなくてね、弁裁期ベースでもいいかなという気がしますんで、まあこれ文言通りいけばこうなります。弁裁期ベースで見るか。はい。まあここちょっと悩みを出せたら、プラスです。悩みを出したらね、プラスです。条文通り少なくとも行くというのはまあ一応ね、えー、最低限と思ってください。条文通りで行くと5月分は無理、6月分できる。ですが、まあ弁裁期で見る、ね、えー、定答権の 債務不履行、ね、非担保債業の、えー、債務不履行後の抵当権者による回収ね、ね、えー、これをまあ一応優先する趣旨と考えると、えー、弁債期到来分ね、ね、えー、そこで見た方がいいというふうにすることもできます。はい。どちらでも僕はいいかなと思いますので、まあそこはもう仮点自由ですんでね、えー、気づけたら OK というね、そういう問題かなとは思われます。 はい。ということで、まあ一応この問題、民法の問題ですね、えー、ざっと1時間かけてみていきましたけれども、まあ回答例はまあ参考までにね、えー、一読しとってもらったらゅ、えー、一読中うかね、まあ参考までに目を通してもらったらいいかなと思いますが、まあ一応の水準から、え好、ー、のあたりね、えー、この辺どこかなというのはちょっとね、私のオリジナルレジュメの方をね、ご覧いただけたらいいかなと思っております。まあ、あのー、正確かどうかは、 数ヶ月後に分かるかなという、ね、<laughs> そんな感じですけれども。あの前、去年、おととしぐらいからこれね、出してはいますけれども、大体当たってるかなというね、個人的には思ってるんですけれども。はい。えー、とりあえずはまあね、皆さん、一応の水準は絶対取る。で、えー、どこに、まあ、プラスアルファね、えー、あるかというところの、まあ、感覚をね、えー、掴むようなものとして、このレジュメ使っていただけると非常に嬉しいなとは思います。はい。えー、とりあえず民法説明書、さっきの言った通りでありますが、まずは条文ですね。えー、しっかりと、まあ、引けて、一応の水準と。まあ、しっかりでかね、最低限の条文を引けて、一応の水準。で、さらに丁寧に引いて、 いいいくくとと良好に近づくんじゃないかなかうねえー、過去、はいえー、の2番。こっちについても、えー、相続共有になっている点の最低限の条文で一応の水準で、階層が変更に当たるとかね、過、えー、半数での開け方請求ですね。えー、本来は、まあ、あ管理事項で過半数ならば開け方請求できるとかね、えー、それを踏まえて、まあ、あかなり具体的に書いていれば、まあ、あ良好に近づくかなというね、そういう印象を持ってますが、まあ、あ何にせよね、一応の水準狙う のは最低限と思ってください。で、一応の水準取るために何がいるかっていうと、最低限の主張の基礎付けですね。これをやってることです。最低限の主張の基礎付け。これができてて、ようやく一応の水準ですんでね。えー、とりあえず主張の基礎付けですね。えー、そこは、まあ、おろそかにしないようにね。で、それであとは充実か、どこまで充実化できるかというところにね、かかってるかなと思います。はい、説問に。 はい。えー、とりあえず一応、受領地帯となる点の認定から、受領地帯の法的性質、要件検討。で、まあ一応の水準でしょう。まあとりあえずこれ、債務不履行解除に、何んとか持っていかなきゃいけないので、ねえー、債務不履行の認定が前半です。で、後ろが、えー、解除の要件検討。まあこれはやっぱり要件ね、えー、しっかりと全般的に検討というのは一応やっときたいところでありますが、まあ最低限の主張の根拠づけね、これはいるだろう。で、あとは、加点中として、まあこの辺ですね、しっかりと書いておきたいですね。 で、審議則上の受領義務についても、まあ、本件の事実関係ですね。 これをしっかりと見て。で、あとは、自適要素ですね。いつから受領したいとかね。えー、その辺もちゃんとね、えー、認定できてくると、まあ、より丁寧なね、感じになるのかなとは思われます。はい。まあ、もちろん、再国10月16。で、その後2週間相当期間経過とかね。えー、その辺もちょっとね、えー、しっかりと、まあ、あの、数字も入れながらね、やると、より丁寧さは増すかなと思います。はい。あとは14、1415、416に、まず当てはめですね。えー、これで、問いのに、の過去には一応の水準だろうとは思われます。まあ、主張の基礎付けという観点からそうなるでしょう。で、あとは、相当因果関係についての 理解正確に示すとか予見すべき時期とかね算定時期こういった辺踏まえてまぁ、あ、しっかりと当てはめていければ十分かなというふうに思いますまあ引渡しをせずに済んでるというね、えー、そういった点からして100万円の請求というのはまあ一応的には認めないというね、えー、そっちの方向で書いていただく要素にね使ってればこれは 損益総裁と書いてももちろん結構ですしね。えー、そこのまあ書き方についてはね、えー、いろいろあるかなと思います。損害としてなしとね、えー、まあ損害から引くというね、そのまま考えられます。まあ損益総裁が一番綺麗かな、えー。損益総裁でもいい,いいかなと思いますし、まあね、えー、他のまあ説明がつけるんであればね、それしていただいても結構でしょう。はい。問いのさんはこれしっかり取りたいね。物上代の一般論を踏まえて、まあとりあえず5月も6月の当てはめできたらばいいですけれども、ここですね。 両好に行くために、いろんな科目で僕言いますが、双方向、肯定方向、否定方向、両方向の事情が必ずあるはずなんでね、そこをちゃんと、 自分の持っていきたい結論の方向の事情だけ拾うんじゃなくてね、えー、反対に行きそうな事情も踏まえて、確かにしかしという形で並べるだけでも結構ですんでね、そこだけでもものすごい過程にね、えー、見込める科目が多く増えますんでね、えー、民法に限らず、この後やる商法でも同じです。えー、基本的に双方向でものを考えるというね、えー、肯定方向、否定方向、両方向ですね、えー、この辺をちゃんと、まあ、じゃあ、なんていうかな、えー、一方向だけで終わらない、ね、えー、操作法なんか見ててもですね、あの、適法方向、違法方向の事情、多分、 上がってるはずなんですよ。ね、えー、あらゆる科目でこのね、要件充足性については両方向で当てはめできるように作ってますんでね、ねそこを拾い切るような意識というね、えー、非常に大事ななってくるかなというふうには思っております。はい、まあ一応またね、えー、このえっ、ー、と三時間の一番最後のところでね、今後のまあ学習に関してまあ参考になる話もね、ちょっと言っていきたいと思いますけども、あのー、まあここの民法だけでもかなり出てます。ね、要件については基本的に網羅して検討する、えー、条文の引きね説明というかまあ条文への当てはめもまあできる。 丁寧にするそれから双方向で当てめをする、まあ、その辺りはね、一応、なんていうかな、あのどんな問題でもできるはずのね対応でありますので、まあ、そこで加点、ね、取れる分だけ取っていただいたらいいのかなとは思います。はい、さあ、一応そういうことで問いの1、えー、ごめんなさい、第1問ですね、えー、民法についてのお話は以上にしておきましょう。はい、えー、続いて、商法のまあ、第1問ですね、えー、こちらを前半でやってしまいたいと思いますが、配点が40、60ですんでね、これも後ろが重いんで、消門 説問2か。4060の後ろにしっかり残してください。問いのうちで力尽きないようにね。えー、これ実質2問しかありませんというふうにね、見える問題でありますが。まあ、問いの2。4060。こちらにしっかりと、余力残す。これはイコール、40の方は、 軽めにという意識を持っとかないとね。問いの1でがっつり書きまくって時間がないというのは最悪でね。えー、そういう問題になっていきます。はい。で、問いの1、えー、40点しかありませんが、実質2問です。はい。えー、一応問いの、1の1。えー、G は A に対して、えー、4000万の損害生じたと主張して、4、2、3。 に基づく損害賠償等の責任追及等の訴えを適法にやったと。で、この請求を認めるかについて、A の立場に考える反論とその投票を検討した上でと。はいまあ、一応、4、2、3と書いてますが、代表訴訟を適法に提起ね、これ前提になります。で、A の反論と投票、踏まえて検討しましょうと。はい、で、問いの1の1に関しては、経営順調。 で、運転資金を許可することもない。という、まあ、そういう前提にしてくれというね、えー、そんな問題です。はい。えー、続いて、証文に、えおすしゃは、公が債務を履行しなかったことから、平成30年末頃に、本件債務の額相当数3000万を損害して、429に基づく損害賠償の訴えを適法に提起したと。はい。ということで、問いの1の括弧の2は、429の条文のせ、えー、請求になります。 まあ、久しぶりですね。429ね。え、出たのは、まあ、かなり久しぶりという感じがしますが、まあ、一応予想してた通りでありましたね。これもね、私今年予想通りで、あ、429そろそろ来るぞってね。え、言ってた通りになってよかったなと思っているところがあるんですけども。はい。え、とりあえず問いのにですね、429来たとね。え、429来たとはありますが、まあ、典型的に、まあ、要件を粛々と認定するだけの問題にねえなっていきます。まあ、あの、429にせよ、4232000はね、まあ、任務形態の認定ですね。そこを、まあ、無理なくすると。 いいですかね、えー、変なことをせずに、任務形体を、まあ、とりあえず、無理なく、あまり力入れずにね、えー、無理なく認定していくということができたら、それでいいかなと思います。はい。で、なおの、証文の後ね、えー、証文2の4両目以下、えー、本証文においては、次のような事実があったものとすると書いてあるんですけども、これ読んでも、 問題文本文自体ね、まだ読んでませんからね。えー、何が本文の、えー、事実で、えー、証文には特有型事実が何なのかというのがよくわかりませんので、一旦保留です。この名を書きの1、2、3ですね。えー、これについては家庭的な事実でありますので、一旦保留にしといてください。はい。一応、説問の確認だけします。2。またこれも証文2つに分かれまして、2の1。訴えにかかる愛の原告的確。それから、訴えの利益。 で、さらに、請求の逃避ということで、結構フルスケール。60点のうちの大半はここにあると思ってください。だから60点のうちの大半は2の1にあるはずなんでね。はい。問題文の長さからすると問いの2の方が長く見えるかもしれませんが、2の2を見ると、 え、本も消文においては、8、10、11が次のような事実であったものとするということは、まあ事実変わるんでね。で、このまま後で中身見ますが、問いは、訴えの利益の有無について論じなさい。ということで、問いの2の2は、訴えの利益1本です。ってことは、配点としては、2の1、45、2の2が15ぐらいの間隔でいいです。 問いの2の2はかなり少なめの配点のはずですんでね。なので、2の1にかなり全振りに近いね、えー、そういう力配分でいいのかなと。はい。そういう意味でも、1は軽めに終わらせて、2の検討に集中する。で、2の検討に関しては結構配点大きいんでね。この請求の頭皮と、まあ、とりあえずこれ本案の主張ですけれども、本案の主張、配点が大きいときには、2つほど主張がある可能性ありますんでね。えー、複数あるかもしれないとは思ってください。 はい。請求の逃避主張としては複数あるかもなと。配点が大きいからです。はい。さあ、それをベースに、ベースにと言いますか、まあ、問いの確認をして、ね。あ、423とか429が来るんだな。で、訴えとしてはなんか原告的確を問題にしてるなというね、えー、本件訴えてなんだろうと。な、本件訴えてちゃーっとね、見ていくと、まあ、あ 9番のあたり見えますけどもね。決議取り消しの訴えです。ああ、これは、決議取り消しかと。いうのね。先に確認してもらってもいいですが、問いの2に関しては、これは831。<laughs> 決議取り消しの訴えの話になってます。はい。最あ、一応問いの1の前半、あ、問いの1の前半じゃないわ。ごめんなさい。えー、商法の前半ですね、えー。そこをやって休憩に行きたいと思いますけども、えー、とりあえず423429。これはどっちにせよ、任務形態の認定ですからね。任務。 はい。えー、これが一体どんな任務なのか、というね、えー、どんな任務を怠ったかに関してね、えー、一応、見る形になりますが、ただ問いの1と問いの2、両方とも共通ですが、A に関する任務形態なんでね。 A に関する任務形態。あまりこうね、A に関する任務形態で矛盾したことを書かないようにね、この辺ちょっと気をつけときたいね、ところになるのかなと思われます。はい。とりあえず一応どちらも A の任務形態をね、ターゲットにした問題ですので、とりあえずは、まああまりね、ずれないような認定というのが望ましいかなと思います。さあ、事実関係、会社法です。 えー、とりあえず人間関係というか機関構成から行きましょう。えー、個人商店で始めた工務店、昭和60年に法人なりしたものというね、えー、そういうことで、まあ大体ちっちゃめの会社であるかなという予想が立ちます。まあ非公開会社です。 で、定款には、役員の任期、まあ、一応2年というね、まあ、とりあえず2年のあたり、バークね、承一度もらったりでしょうか。で、二つ目については、これ、上渡承認ということで、まあ、非公開やから当たり前だろうという感じがしますけども、その後、役員選管人の総会欠席の定足数に関する定めはないよということで、はい、ちょっとこれ、定款に気になることがいろいろ書いてます。役員の任期は2年にする。で、さらに、選管人の定足数。 定めなしと速、はい、数がどうも問題になりそうだ。あるいは任期のところも問題になりそうだというフラグです。問いの1で使わなければ問いの2で使うでしょう。これ遠いところでありますが、このドキュメントに関する問題に関しては、まあ、 慎重に見てください。で、このドキュメントの中でも特徴的なドキュメントですね。え、本県では役員2年。え、非公開会社で2年は結構珍しいです。非公開会社だいたい10年ですからね。なので、うん、2年えらい短いなと。いうのはまず1点ね。で、さらにもう1点。いうのは、低速数の定め、ね、わざわざ書くかっちゅうね。いうところでわざわざ書いてるなというね。そういうところがあるので、まあ、どっかでこれ使うなというね。え、どっかでフラグ回収しなきゃいけないなというね。そういう感じはになります。はい。 で、発行済み株式に関しては、6万株。A が全部持ってるよと。ああ、一人会社だと。書いといてください。一人会社の会社クローンは会社法で忘れやすいんでね。なので、一人会社と思ったら書いとく、ねえー。それぐらいは、ね、やっといて損はないかなというね、えー、そういう感じであります。はい。さあ、そんな内容ではありますが、えー、っと、あとは役員構成ね。代表が A。で、 取締役としては BCD。いずれも従業員であった。というね、えー。そういうことで。まあ、こっからしてもなんとなく推測はつくんですけれども、BCD が A に逆らえる状態かと言われると、そうじゃないですね。いいですかね。えー、BCD は、 元々従業員でした。ね。えー、取締役という立場になったとは言えども、A にはなかなか逆らえないだろう、頭が上がらないだろうというのはね、えー、なんとなく人間関係の推測としてね、立てられるといいかなとは思います。はい。まあ、なんというかね、この問いの位置ですけれども、あの、元々個人事業でこれが法人なりしたというね、えー、こういう事実の問題、過去問で実は九州方式に一回よく似た出てましてね、え、こういうまあ、一応法人なりした、ね、えー、ワンマン社長みたいなね、えー、そういう感じになりやすいね、えー、ところでして、まあ、実際に従業員は、あの、言いなりみたいなね、えー、そんな感じで、まあ、役員会 買いとかもほとんどしないとかね、そういう風なまあ一応ね感じになることが結構あったりするねところではあります。はい、さあ今回の事実関係はその後でどんな感じかというと、おつ者との間で、はい、3000万の買いかけさえも折ったと。まあ買いかけと書いてるけども、要は売買代金債権です。はい、30年の5が31日が弁ン期と。 はい。で、29年夏頃に A は、はい、19、えー、に隣接する土地、所有する意図なのでトラブルとなり、で、解決するためにいいから本県土地買うように交渉された。で、買い取る義務はないと思ったけれども、平和に、えー、過ごすためにはいるだろうと。で、自分で買うのではなく、会社に買い取らせると。おいおいおいと思ってください。はい。えー、3番、えー、個人のトラブルを会社に尻吹かせるというね、えー、そういうふうなやり方をしようとしておりまして、ちょっとここは A、 自分の、ね、お金がないから会社のお金でどんぶり勘定会とかいろいろこう、ね、評価が出てくるところでありますけれども、まあ、少なくとも言えるのは個人のトラブルで会社につけ回すということをやろうとしています,いいですか、ねでまあ、これは取締役としての全館注意義務ないしは忠実義務からするとおいおいおいですね 会社のためにベストを尽くすべき取締役が自分のために 会社の利益を流用しようというね、そういうことでして、まあ、背任的な、まあ、感じになってきます。で、これは、まあ、忠実義務違反の典型的なパターンというね、えー、そういう感じになるのかなとは思われます。まあ、とりあえずね、えー、ここは忠実義務違反というね、えー、認定が一番、まあ、しやすいかなという気がしますけれども、まあ、これは別に全館注意義務違反ね、えー、会社のために尽くすべき、えー、取締役として、えー、自分のためにね、その会社のざ、えー、財産等を犠牲にするというところになるので、えー、全館注意義務違反すると、まあ、いうふうにね、端的に認定してもらっても別に構わないかなとは思います。はい。ということで、まあ、ここは少なくとも、 中実義務か、全館中義務か、もうこれどっちでも構わないと思います。はい。まあどちらもありです。さてその後、えー、事実関係見ていきますと、えー、5000万提示してきた。で、買うことにしたと。おいおいおい。はい。もともとはこの土地1000万程度にもかかわらず、四5000万ね。 会社に多額の損害を負わせるというね、そういう話になっておりますが。はい。ただまあ、この時点で、A は、一人株主。ですからね。まあ、基本的にまあ、A さんが自分の意思でね、会社を動かすと、まあ、基本的にまあ、十分考えられるところであるんですけども。はい。でも一応、5000万円に関しての契約ですね。えこれをしたと。29年の、10月2日。はい、やっちゃいました。で、実際にそこの契約に先立って、 取締りかけ等の会社法書店手続きは行われたということになってまして、はい。取り替え決議は一応やってるよ、うね。まあ今回考えれるのは重要財産の購入ですので、少なくとも3624515ですね。えー、そこのまあ重要財産の購入の決議は絶対いる。で、利益相反かなと思ったけども、利益相反にはならないですね。えー、個人、 と、それか会社とが、外形的にその利益の対立するというね、えー、そういう感じも、まではちょっと言いにくいね、えー、ところありますので、まあ、会社にマイナス、取締役にプラスと外形的に言えるか、というとね、えー、この土地の売買というだけではね、えー、この土地の売買というだけでちょっとこう、利益相反にはできにくいかなとは気がしますけれども、まあ何にせよ、取締役決議は経ているというところであるんでね、えー、一応外形的には適法に住んでると。ただここ、評価のしどころでして、さっき言った通りです。ワンマン社長で、 元従業員の BCD が逆らえるかっていうね <laughs>。そういう関係性ですよね、えー。全株持ってる A ですからね。A の意向に逆らえば、じゃあお前クビだといううに言われたら終わりなんでね。なのでそういう意味で、えー、ここの取締掛け継ぎあるにはあるんですけれども、はい。BCD が、 逆らえる立場だったかどうかというところを考えるとね、ん、取締かけ継ぎ、形式的にはあるんだけども、実質的には経てないようなもんじゃねえのかというふうにね、言えるところではあったりしますね。はい。まあ一応そこはまあどう書くかというところはね、最後のまあ悩みにしていただいたら結構ですが、はい。一応5000万の契約ですね。これは定期預金崩すことでやっちゃったと。で、土地は放置されていたというね、そんな状態です。 で、その後、A の妹 F、え海外、外国教授していたけども、配偶者と共に帰国したと。で、配偶者のこと気に入って、株を譲り受け、譲り渡すと。1万株。で、株を譲り受けた G が、 に、牙を剥いたというね。そういうのが今での事実関係でしてね。おいおいおいと、この妹婿さんですかね。えー、とんでもなくこうね、えー 身内に牙を剥くね。ね、えー、そういう感じの、ちょっとこうね、怖い人だなという感じの線でもないところありますけども。はい。まあそういう問題が問いのうちの格好位になっていきます。はい。G は30年末頃に A に対し、おかしいじゃないかということで損害場所請求ね。うわー、お兄さんを敵に回した。ねえー、損害場所請求の訴えまで起こしとるというね、えー、なかなかちょっとドロドロ感がね、拭えないような感じの問題になっておりますけども。さあ、一応この訴えですね、847の訴え、適法にやったという前提でして、423のに向けたい。これが認められるかどうかというところになります。 かね、はい。まあ、一応、任務受けた意の認定と、それから損害因果関係、まあ、丁寧に認定するというねえ、そこのところがまず中心になりますが、まあ、今回考えなきゃいけないのは、A の反論とその投票というね、え、ここになります。まあ、まずは、423の要件検討ね、原告の立場の主張ということをまずは確定させないと、反論もクソもないからね。え、なので、まずは要件検討は、まあ、一応ね、え、肯定方向、原告側でのね、要件検討をまずはしていきましょう。でそれでいくと、まず任務受けた意としては、ここですね。 え、個人のトラブルに過ぎないものを、会社にね、土地を買わせることで、まあ、実質的に負担をさせていると。で、これは、取締役としての忠実義務に違反する。ないしは全管忠義務に違反する。まあ、あるいは、経営判断として非常に不合理だ、というね、そういう形でも結構です。まあ、とにかく、全管忠義,義務に反、ないしは忠実義務はか、忠実義務に反のどっちかにね、振り分けしてもらったら、それで OK かなとは思います。まあ、全管義務も、忠実義務もね、基本的には内容は一緒、というふうに考えていきますから、まあ、なので、どっちでやったとしてもね、そうそう大きなね、違いにはならないだろうという には思われますけどね。まあちょっとここは出題者がまあ忠実義務とね。全館義務とはもう思いっきり分けるんだとかね、えー、そういう風に考えてる人が出題者だとちょっとね、えー、違う出題収支採点時間になるかもしれません。けれども、まあちょっとね。そこはあのー、一般的にいけばどっちも内容一緒ですので、まあ、とにかくどっちかにはめ込んだらいいだろうという風に思ってください。で、その損害としては本件では差額4000万ですね。 1000万のものを5000万で買わされている。ということで、4000万の損害が会社に生じている。で、この任務形態ですね。全管地域無違反がなければ、損害発生しなかったと言え、で、相当因果関係も認められるので、とりあえずは認められる請求だということになるかなと思われますが。さあ、反論。29年の10月時点では、全株持ってたんでね。 つまり一人会社だというところはおそらく反論としては使いたいところになるはずなんですね。一人会社として、まあとりあえず一人株主ね、えー、これがまあ OK しているというのが本件でのまあ売買だということになるんでね。一人会社株主の承諾。株主全員の承諾ですね。これがあったんで、 損害賠償請求は認められないとの反論ですね。これがまあ考えうると。 いうところになります。ただまあ、一人会社に関する典型的な論点の中で、えー、ここの損害賠償請求に関するところですね、えー、これは直ちにはまあ一応ね、出てこないところではありますよね。えー、一人会社の論点で一番典型的なのは利益相反ですね。利益相反のところで、えー、株主がまあ全員同意していたとなれば、これはもう利益相反状態にはならなくなるとかね、えー、そういうまあ議論があったりしますけれども、今回はその423の任務け体責任なんですよね。で、そこがまあ全株主の同意ということで、まあ面積されるのかでいくと、 これは一応発想としては、責任免除に近いというね。これは言えるかなと思います。で、責任免除に関しては、商法4、会社法424ですかね。まあ、条文の構成でいくと、424と同士できるかどうか、総株主の同意というね、これに近いんですよね。これがあるから、まあ、免責されるというね、そういうふうにまあ考えることは、まあ、十分あり得るとは思います。 で、これが妥当と言えるかどうかというところになるのかなと思われます。まあ実際に今回のところ A ですね。当時は確かに6万全株持ってましたけども、その後持ち分一部上として、第三者がまあ保有するに至っているというところでね、えー、全株主の同意ということに関して、ここは、その、債務不履行時、えー、ごめんなさい、今回は全館中義務判事ではなくて、低素時で判断というのも一つ考えれるところではありますよね。 今回確かに責任発生時に全株主がオッケーしたというのは確かにあります。けれどもまあ、明示的に。 免除まで、ねえー、されていた事案ででは本件ないわけでしてでその後実際に提訴までされてると。で、提訴されてる時点では今回は全株主の同意がない状態なわけですね。なので、そういう意味で、まあ、ここの、まあ、その、424の基準時みたいなのを一つ争点にして、逃避ですね、論じるというのはまあ考え得るかなというところでありますが、まあ、ここを気づいた方はラッキーというぐらいですね、えー、よくよく考えたら、まあ、気づくかなというぐらいのところでね、一応は、全株主の同意があるということを理由に、 面積されるというね、そういう主張をまずは組み立ててください。で、それを、まあ、その後、ねえー、株を買い取った人がいる。で、その人との関係で、免、え、疫、ー、の効力、えー、なんだ、面積か、えー、その効力が生じないというふうにするべきかどうなのかと。まあ、そこがまあ悩みどころでありましてね、えー、そこはまあどちらでも結構ですので、とにかく大事なのは、この、えー、全株主、 あ全株主全員が承諾していたとね、えー、全株保有してる人が承諾していたというところを理由に、まあ面積の主張ないしはね、えー、責任不発生というね、えー、そういう反論がまあ実際的にはあり得るかなとは思います。はい。あるいは、任務形体に関する反論としてもう一個出してもいいかなと思うのは、ここのところですかね。取締役解決議等もきっちりと取ってるというところでね、えー、そういう意味で、 一応、取締役会全員で、ね、えー、一応承諾したものであると。取締役会の決議を経て、ね、えー、承諾したものであってね、適法にやってるものだと。で、適法にやってるんで、全管注意義務違反はないと。いうふうに考えることも、まあ一つ考えうる反論ではありますけれども、さっき言った通りですね、BCD が逆かれる立場かというところがありますんでね、えー、取締役会決議をね、えー、必要な決議を全て経てるというだけではね、えー、そこは、まあ十分ではないと。 こう考えるのも、まあ成り立つ。 反論の一つではあるかなと思います。まあ、取締役質疑等を経ているので、全館注意義務違反がないというふうな反論あり得るけれども、まあ、実質的に取締役会の構成員全員が逆らえる立場とはね、えー、言えないというところも踏まえると、事実上、ま、これは取締役質疑があったのとね、えー、同様に評価することは難しいというふうにすることもできるとは思います。まあ、ここはもう加点自由ということで、まあ、そこは攻めるかどうかね、えー、後ろがあるんで僕は、ま、一旦ちょっと保留して、ね、えー、後で、答案にスペース、余力ありそうであればね、え、最後に書き足してというぐらいにしとこうかなという感じのところではあります。 はい。さあ、次、429。はい。えっ、ー、と、これに関しては事実の追加がありますので、そこの確認しときましょう。事実追加。何が追加かっいうと、はい。えー、429の訴えを30年末頃にした。いうことでありますが、はい。おつしゃですね。これが3000万の請求権。えー、これを損害として請求したというね、そういう話になってます。で、どんな事実かっいうと、後者27年頃から営業利益の減少。で、春時点ではまだ大丈夫。 で、本件債務の発生時、つまり30年5月かな。じゃ、発生時だから29年生。えー、その時点では、えー、っと、運転資金足りなくなれば担保、ね、えー、これで対応しようと考えていたところ、本件代金の支払い、これで実質的債務超過に陥り、で、担保価値もなくなって結局は融資も受けられず、えー、活動停止にも至ったと。はい。まあ、そんな事実がわざわざ書いてありますけれども、まあ、429ですので、 429の、まあ、事実のどっかで使っていくというね、えー、そういう感じになるのかなとは思います。はい。さあ、ここの、任務形体はおそらく対象行為は同じでしょうね。これを任務形体として捉えることになるでしょうね、えー。個人のトラブルを会社につけたというね、えー、これが全管注意義務違反、事実ないしは注意義務違反というふうなところを、ま,あ、まずはベースにして、任務形体があるというところをベースにしていきましょう。ただ、ちょっと書き方の問題として429ですね、えー、一応注意事項、まあ文、文言からすると、 悪意重過失というね、えー、そこから文言がね、えー、スタートするのかなと思いますが、えー、職務を行うについての悪意重過失ですね、職務を行うについての悪意重過失、はい、職務を行うについての悪意重過失のちょっとで、ね、要件、はいえー、これのまあ説明から、ねえー、入っていただくのがまあ理想的でありますね。 まあ、法定責任説というね、えー、見解でありますが、悪意重過失の対象ですね。任務形体に対してすれば足りると。具体的な損害との関係での悪意重過失。これがま、民法の債務不履行論の一般論。ないしは不法行為の一般論ですね。故、え、意、ー、過失というのは基本的にはま、損害との関係で必要だというふうに考えるのが一般的ではありますけども、そうではなく、任務形体に関する悪意重過失。これで足りるよというのが429の趣旨だよ。 ね、えー、取締役の、ま、一応権限の重さから、ね、責任を重くする。え、つまり第三者からすると、責任追及しやすくするというところがありますんでね。えー、民法等との、ま、違いで、ね、えー、一応ここは任務下体についての悪意重括であれば、まあ、立証しやすいだろうということで、こちらをね、えー、任務下体についての悪意重括というふうに、ま、読んでいくよと。で、認定としては、まず基本的に任務下体を認定し、次に悪意重括というね、えー、そういう認定をしていくという順番がいいかなとは思います。はい。で、ここはまあ問いの一、 で検討、まあいいえー、911と同様と全管注意義務ないしは忠実義務に違反するというので任務形態に当たると言えるとでこれに関して悪意任務形態であることを認識していたとまで言えるかどうか。 あるいは、任務形体であることについて、容易に気づき得たにもかかわらず、そのまま任務家体行為をしてしまったと。まあ、少なくとも、重過失というときには、容易にというね、えー、この表現を必ずするようにはしといた方がいいかなと。まあ、それだけでも全然印象がね、えー、変わってくるかなと思います。はい。悪意重過失。まあ、悪意とまでの認定はちょっと今回しにくいかな。まあ、知えるかもしれませんね。えー、個人のトラブル会社に付けを回すことが、全管視義に違反することは、通常の取締役であれば十分予測できたと。 で、え、悪意だという推定も働くし、仮に悪意でなかったとしても、ね、えー、容易に気づけた点で重過失と言えると。まあ、こんな感じのね、えー、説明をまずは入れておきたいところではあるでしょう。はい。あとは損害。なんですけれども、まあ、ここのところ一応説明入れておいてください。間接損害含むと。で、本件では、3000万円というのは、これ回収不能になった金額です。任務受け対行為。そこからすると、 に向けたい行為の後、会社が潰れ。で、それで、オツは回収不能になったということで、間接損害ですんでね。まずはこの間接損害についての認定をする。で、かつ、間接損害に関して、相当因果関係があるという説明までね、一応入れといた方が丁寧かなと思います。はい。え、本件に関しては、この、債務不履行の、まあ、に向けたいね。ごめんなさい。えー、5000万の売買というね、中止責任違反によって、実質的な債務超過に至り、 で支払いが困難になって、弁済不能が生じているということなんで、この流れは相当だと。 したがって、この間接損害は相当因果関係があると。まあ、いうふうにね、言うことができるかなと思います。はい。まあ、相当因果関係説ね、警報で取らない人が多くなったんで、当てはめが結構雑な人が多くなりますけども、基本的にその、ね、相当因果関係の認定は、こうなって、こうなって、こうなった。ね、これが相当と言えるかどうかというね、この発想です。ね、行為から結果、ね、繋がるまでのプロセスが相当と言えるかどうかというね、そこをちゃんと認定していきましょう。まあ、今回でいけば、この任務受けたい行為によって会社が、 実質的債務超過に至り、で、オツが回収不能になったと。で、この流れは相当と言えると。まあ、そんなことをね、少なくとも言っておきたいところではあります。はい。まあ、このあたりのね、認定で若干差がつくかなというのが、問いの二の格好2かなとは思われ、あ、問いの1の格好2かなというふうに思いますね。 はい。えー、前半については以上にしておきたいと思いますが、まあ一応ね、えー、に向けたいのところは、僕は揃えた方がいいかなという気がしますけどね、問いの1の1とね、1の2で、ね、えー、に向けたの内容、まあ一応回答例を見ると、あの、分けていますけれども、あの、分けずに、まあ同じに向けたいでも僕はいいかなというね、気がします。まあちょっと回答例について、まあ、もう若干ちょっとコメントというかね、あの、プラスアルファね、やっといた方がいいなというふうなところは何かというと、損害論ですね。えー、若干ちょっと薄いです。間接損害を含むとかね、あるいは相当因果関係が必要で、その相当因果関係が認められるとかね、まあそ ここはちょっとやっぱ書いときたいなというね、えー、そういうところですね。あの民法でも、まあ、商法でも、まあ、損害賠償に関してはね、この損害論と因果関係論というのはまあね、あの手を抜くともったいないね、えー、そういうところになるので、まあ、ある程度ね、書、えー、けるんだったら書いた方が望ましかったかなというね、えー、そういうところだと思います。はい。えー、ちょっと前半長くなりましたので、一旦ここで休憩取りましょうかね。えー、一旦10分ほど休憩取りまして、えー、一教室の今、えー、時計3時30分かな、えー。なので、3時40分再開ということで、10分ほど皆さん休憩取ってください。 はい、えー。そしたらじゃあ、後半の方にね、入っていきたいと思います。えー、後半会社法の、えー、同意の2ですね、こちらの方の、えー、私の初見での試行過程ですね、これを紹介していこうかなとは思います。はい。えー、一応、6番以下の事実関係ですね、これを見ていきたいと思いますが、えー、と6番以下ですね、えー、A がもう一応辞めたというね、えー、そこを前提にしたような事実関係になっております。はい。とりあえず一応、後者に関するお話ですので、まあ、後者のね、えー 会社の期間構成ですね。え、これ書いておきたいと思います。で、え、校もちろん非公開会社のままですが、え、もともとは代表 A、取締役 BCD というね、え、こういう状態だったのを代表 B にして、で、かつ、A の持ってた株式ですね。え、この6万株と、これを、B にも一部上げて1万。 CD にも5000株。はい。ということで、えー、とりあえずね、えー、従業員たちに皆さん頑張って今後経営していってくださいねっていうね、えー、こういうまあ一をね、やり方でやりましたが、一応3分の2は A が持ち続けたというね、えー、そういう形になっております。はい。まあそういうことで、えー、と、A が4万円ね、これが残った状態です。まあとりあえず3分の2は A が持ってるというね、そういう状態で特別決議は A ができるような状態。まあそういう感じですかね。さあ、その後ですけれども、えー、令和2年に、 亡くなったと。で、相続人 H と I。これが一応出てきたんだけれども、えー、準共有。しかしながら、権利公社含めて何一つ合意できないと。はい、いうことで、あー来た。106条の問題来たと。はい。遺産分割。未了です。準共有状態です。 権利公社の指定も原則管理行為ですから、うわ、何もできないというね、こういう状態になります。しかも4万株全体がというね、そういうことで、まあ、偉いこっちゃというね、そういう話になっていきます。はい。まあ、そのまま行きまして2、8番、B は、定時総会消失にあたって BCD の他に、とりあえず HI 両名にも、まあ、一応、招集通知を発行したというね、そんな話が一応出ています。はい。取締役おそらは、まあ、これ BCD でしょうね、CD ですね。すいません。 で、えっと、今回通知両方に送ってるというね、ここは適法です。まあ、共有に関するね、条文として、126の3項4項ですかね。えー、ここが、まあ、ありまして、はい、えー、っとし、 受け取る人、ね、通知を受け取る人をまあ指定してください。で、それがなければ会社はどちらかに送れば足りるというのがありまして、とりあえずこのやり方そのものはね、126条の参考4項に反せず、まあ、適法な通知であるというふうには前提にしてください。いいですかね。えー、この8番の書き出し3条ですけどもね、えー、ここの招集通知発した、これはもちろんね、えー、政府というふうに思っておきましょう。はい。えー、その後令和3年6月、えー、総会1、これが開かれて、えー、任期満了との BCD の公認として、 まあ一応議題どうなったかというと,、えー、と H が、ねえー、全部こうすることを認め同意あらららら、はい、H に対して同意しておりますけれどもだめですねこれね権利公者の視点については会社が同意するときには民法の原則に戻る。 管理行為としてのね、過半数の意思決定、これがないといけないという前提になりますので、まあこれは、106、正し書きの要件満たさない形の同意になります。もうここも判断としてね、入れといてください。で、BCDH の賛成によって BHJ が選任されたと。で、大取りは J。 ちょっと枠がちっちゃくなっちゃいましたけども、えー、一応選任された決議1ですね。はい。ちょっとやばい状態ですね、これね。えー、会社の同意ではあるんですけれども、BCDH。これが賛成し、っいうことでね、これは、 権利公社として認められない話になるはずですので、これはもう大きな瑕疵になりそうなね、えー、そういう問題であります。はい。で、許されないと思った愛ですね。はい。決議取り消しの訴えを起こしております。続いて2年後。令和5年。えー、もう一度招集。 で、依然として H と I、何一つ合意ができない、2年間何してたんやって感じがしますけれども、えー、BCG の方がとりあえず HI 両名にも所定の日までに通知を発した。はい。で、その後、えー、令和5年6月、またということで、えー、B と H は来場したが、CDI は姿を示せず。で、えー、また、えー、J の方は H が全部です、ね、議決権をすることで会社を代表して同意したというね、えー、そういうことで B と H の賛成で本件決議にと。おいおいおいという感じですね。はい。えー、とりあえずその後ですけれども、 はい、決議にこれもされておりますで決議には BHJ まあ要は再任ですよねでここもおいおいおいと106正し掛けの要件を満たしてない状態での議決権交渉 ということになりますね。はい。そんな事実を前提に、問いの1、括弧の1。はい。あ、問いの2、括弧1かな。まあ、これは取りに行ってほしい、ね、えー、ところでありまして、まあ、取れるはずの問題といえば取れるはずの問題かな、というね、えー、そういう感じでしょう。はい。まずは、原告的確に関して論じなさいというね、えー、こういう話でして、まあ、原告的確株主等というね、えー、この話に入っていきます。まあ、とりあえず、えー、2の1、検討、ね、始めていきますけども、 はい、株主等とで、えー、共有に関しては、権利公社の指定がいると、で指定がなければ原告適格ないのが原則であると、はい、なければ原則、原的なしでしょうね。 けども、特段の事情あれば、ここはまあ有名な判例ありますね。えー、平成2年判例やったかなと思いますけども、まあ特段の事情。あれば例外的に原告的確が認められると。で、このまあ特段の事情の説明としてね、えー、一応判例の、まあ令和2年あ、平成2年か、ごめんなさい。平成2年のね、判例見る限りにおいては、まあ事例判断のような感じでありますけれども、まあ要は会社側としてみたら、適法な、まあ一応決議をしたというふうに言うべき立場ですよと。にもかかわらず、 原告的確なしというふうな主張を会社側がするってことは、これは要は、権利公社の指定がなかったと主張するのと同じであるということでね、えー、不適法なね、えー、決議だというふうに言うのと等しい、ね。えー、決議の適法性を言うべき会社が、決議の不適法を前提にした主張をするのは許されない。そういった場合には特段の事情があるというね、そういうふうになってくるところでありました。本件でまさにそうでしてね、えー、今回については、一応ね、えっ、ー、と、会社側としてみたら、 原告的確ね、え権利公者として、権利公者の指定があったという前提で適法な決議と言わなきゃいけないんでね。<laughs> にもかかわらず、ね、えぇ、ー、愛の原告的確を否定する、ね、えー、権利公者の指定がないからね、というふうに言うのはちょっとこれはね、えー、矛盾するような感じもなってくるかなと思いますし、まあ特段の上、認めてもいいかな、えー、過半数6万分中の4万株ですね、えー、これの、まあ共有株式ですよ。で、 会社側として、適法な決議を言わなきゃいけないにも関わらず、ね、不適法な決議をしているというね、そこを前提するような主張するのは許されない事情は、まあ、令和平成2年判決とは同様であると、まあ、いうふうに言えるのかなと。はい。まあ、ここは特段の事情を肯定していいだろうと。まあ、愛共有者のね、えー、救済。これを、まあ、 一切否定するというね、そこを認めるのは非常に酷なような事情がたくさんありますので、まあ、そこは原告的確は例外的に肯定していいのかなと。まあ、平成2年の、ね、判決を引用していただいたら、基本的にはまあ、ね、認められるところになるのかなとは思われます。はい。訴えの利益。まあ、ここに関しては、要は再任されているからというね、そういうところでしょう。1取り消す必要。 実益を書くというねこういう問題なのかなと思われますで1を取り消す実益がどこまであるのか確かにねすで、えー、に決議1は終わっても決議2が成り立ってるんでね、えー、確かに1の取り消しを取り消す実益はないというふうな感じにも見えますけれども実は決議2 これ1を前提にしますね。1が取り消されれば、疎急項で、にも否定される。そういう前提になります。で、しかも、1が取り消されれば、代表 J。 による招集決議にはいいわけないですね。これは歌詞があるし、2にも106とし書きこれの歌詞があると。 この辺りを踏まえるといまだなお位置を取り消しなければ自衛による召集のところは歌詞じゃないと。 という話になりかねないというね、えー、そこがありますので、まあ、そういう意味で、1を取り消すことによって、2の歌詞にも一応つながりうるというところですね。そういうことで、1の歌詞を、一を取り消すことによって2の歌詞にもつながりうる。で、2にも独自の歌詞がある、ねえー。その辺も踏まえると、やっぱ取り消しておく実益があると、まあ、いうことになるのかなと思われます。はい。あとは本案。まあ、決議方法の法令違反として、 権利公者の指定がないにもかわらず、ね、えー、権利公使を認めたと。はい、えー、同意ペケ。なのに、え、氏に認めた点と。これが、ね、えー、え、まず一個貸しになるかなと思われます。で、ここはまあね、有名な判例のお話ですね。27年判例だったかなと思いますけれども。はい、106条の正し書き。 でえー、これは本文に対する例外ですよと。で、本文というのはこれ民法の原則に対する例外として、えー、106本文があると。で、106本文が使えないときというのは、民法の原則に戻ると。つまり権利公社のして、ねえー、過半数でやらなきゃいけないという原則に戻るということでして、えー、過半数の同意がない。ねえー、そこのまあ一応判例の27年判決ですかね。まあ、ここはある程度ね、多くの方が消化できるだろうと思われますんで、それを踏まえると、 えー、今回の同意ですね、無、え、効、ー、である以上、維心満島前は、決議方法の法令違反に当たるということがね、まず言えるかなと思われます。はい。あともう一個、歌詞として、定則数の話ですね、これちょっと今回、わざわざ定款ですね、えー、これがあったので、えー、そこはフラグとして回収しておきたいところになるかなと思います。はい。えー、定則数としては一応341かな、今回、決議方法、えっ、ー、と、役員の選会人の問題ですので、341。1 はい。えー、定足数に関しては、やっぱりは、過半数出席の過半数、えー、議決権というね。で、本件では、過半数の出席ですね。これが書けるんじゃないかと。H を除くと、2万株出席しかないんですね。 だから、過半数の出席というところがない。で、しかも、341括弧書きですね。えー、3分の1以上の割合低下の染めた場合によっては、その割合以上と書いてますが、定款でその定足数緩和というね、えー、そういうものがなかったわけですから、えー、従って過半数の出席がいる。で、ここどうするかです。 え、低数のその母体、え、母数かな。え、低数の分母ですね。定足の分母のところに、まあ、この、え、共有株式の利権利行使者ね、え、定めがないものをこれ除くかどうかというところは、まあ、結構ね、え、悩ましいところになってきますが、341、ね、議決権行使することができる株主の議決権の過半数とね、え、なってまして、まあ、議決 <coughs> 権行使できるのは、6万と、 いうふうに見たときには、出席したのは2万しかないからダメという話になるでしょうし、まあここの H 自身ももう当然議決権行使できなかったわけだから、それも除いて2万、議決権行使できる株主自体がこれ2万しかないと。で、2万分の2万と考えたら、まあそれはそれでね、政府になるかなということでね、ここどうするかっていうのはちょっとね、自分の立場をまあ決めとかなきゃいけないかなと思われます。はい。ということでまあ一応ね、106、満たさないもの。 分母に入れるか否かと。ちょっとここは自分の立場をね、えー、まあ、かけたらプラスアルファかなというふうに思います。はい。まあ、文言通り行くと議決権行使することができる株主というね、えー、まあ、こう書いてありますので、えー、権利公社の定めですね、えー、これがない場合、しかも同意が無効な場合、その株式については議決権行使する株主ではないわけだから、分母から外すと。で、分母から外すとなると2万分の2万。 低速数は一応満たしたという感じになりますが、そこは、ね、えー、え、には一応入れるんだと。議決権行使は一応ね、理論的には可能な株式ではあると。えー、なので、6万を分母にする。で、実際に出席したのは2万というね、えー、そういう扱いになってくるので、まあ、ほら低速数を満たさないというふうにすることは考えられます。まあ、これはどちらでも結構ですのでね、えー、自分の立場をま、論じていくというのができたらいいかなと思います。 はい。えーと、一応、イド企画まで述べときましょうかね。え、イド企画がないということもね、えー、一応念のためには入れといまあ、採用企画はいいかな。認められるかどうか。えー、からまあ、一応入れといてもいいでしょう。まあ、採用企画もなしと。まあ、4万株ね、えー、これの歌詞ですからね。えー、ここは大きな歌詞だということで、まあ、認めないという形で、え、イド企画は認めない方向でいいだろうと思います。 まあ、配点がかなり大きいだろうと思われますので、かなり網羅的にやっていきました。で、株主等に関するまず判例、えー、売ったの利益に関する検討、まあ実益があるかどうかね。で、本案についても一応2箇所ですね。えー、106の正しがきの問題と、それから、 分母に入れるかどうかという定速数の問題でね。えー、とりあえず二つ、まあ一応歌詞ね、えー、あり得るところで、まあそれぞれね、えー、自分の立場で書けたらいいかな。まあ判例踏まえてね、えー、なぞっとけばいいです。基本的には。ね、えー、会社法の、まあ受験生の実力レベルではね、まあ知れてますって言ったら怒られますけども、えー、とりあえず会社法のね、えー、まあ受験生の多くは、この判例すらも正確に書けないというね、えー、そういう人がまあ結構多かったりしますんで、もう書けるだけでもね、相当もアドバンテージだというところがあります。まあそういう意味で、あの会社法のね、えー、有名判例、今回いっぱい 出てますので、まあこの百六条の特段の事情に関する判例であるとか、まあ売ったの利益瑕疵が連鎖するというね、その話であるとか、あるいは本案のこの二十七年判例であるとかね、そのあたりについて、まあとりあえずは、えー判例を正確に書いて当てはめするだけでもね、かなりアドバンテージになっているぞというふうに思ってください。はい。でこれが問いのにですね。 えっと、事実関係が若干変わった時に、売ったの利益がどう変わるかというね、えー、こういう話が最後、問いの2になります。はい。えー、一応問いのにですね、ちょっと変数、事実が若干変わった時にどうなるかっていうね、そんな話でして、8、10、11が変わる。で8、決議1のところが2、2の2の前提です。BCD の再任と。 で、B 大取りと。で、その後と、えー、っと、丸の三十11の事実ですね。あ、B 消集か。ごめんなさい、B 消集が丸の2ですが、B 消集の。 えっと、BHI 来場したが CD 示さず、えー、姿を表さず、で、議長を務める B、代表者を行ったとに基づき、HI が、えー、共同で行使し、で、HI の賛成により、まあ、一応、可決されたというね、そんな風になってますが、はい、決議に、についてですけれども、BHK、選任している役員が違います。しかも、 この会社の同意は、過半数の同意、ある状態の HI の賛成ですからね。つまり、決議2に関する瑕疵があれちょっとないなというのが問いのうちとの違いですね。決議2はどうも会社の同意、問題なさそうな同意になっていると。権利公社のしてはないんだけれども、 過半数 HI ですね。HI の、えー、準共有株主の過半数でちゃんと権力をね、えー、同意して、共に共同で交付するという形でね、えー、とりあえず意思統一できてるわけですね。なので、106立し書きの、まあ一応同意の余計満たしていると。つまり、決議2について、固有の価値が消えるな、というのがこの問いの2-2の特徴という感じになりますね。はい、えー、2-1。これは決議1を取り消せば、 この代表の、H やったっけ ?J やったっけねえー、J か。J が代表ですね。えー、J が代表というところが、これが、ね、えー、代表じゃなくなる、ただのおっさんというね、そういうことになるわけですね。で、そのね、ね、えー、ただのおっさんが召集した決議に、で、なおかつ、ま、106の歌詞もあるとかね、そういうのが、ま、問いの1の1だったわけですが、それに比べると、BCD 再任というね、これを取り消したところで、 元から B ・ C ・ D 役員だったんでね決議取り消したところで B ・ C ・ D は次の役員選任までは権利義務取締役で地位残るんですよねはい決議取り消したとこ,ところで B の地位残る B の地位残るってことは召集は適法 後ろの決議に特段の瑕疵もないと。そうすると、あえて、決議1を取り消す実績どこにあると。いう話になりそうですね。決議1を取り消したところで、現状を決議2を取り消すような状況にもないと。取り消せない状態ですね、もうね。瑕疵がないから。B が適法に招集してる。で、BHK、新たに選任してる。で、しかも有効な決議方法の仕方を取ってると。 だから、決議にの取り消しの訴えの見込みがないんですよ。これが問いの2の2の一番の特徴でしょう。まあ、そこが拾えたら、もう十分ね、良好にいってるかなと思われます。まあこれまず比較して、ね、何が違うかというね、そこで見ると、まず、決議2の適法性のところが全然違うと。元々の問題は違法な決議。こちらの方は適法な決議というね、こういう状態になっているぞ。そうなると、もうすでに任期の終わった BCD の えー、人決議、えー、こここれれを取りり消したたとととろででですすね、えー、何も新たなも新なななのの生ままいというそういう意味でも、まあ、訴えの利益がないと。まあ、いうふうにね、言っていけるのかなと思われます。はい。なかなかちょっとね、えー、問いの2の2は、現場思考がね、かなり強い問題ですので、おそらくですが2、2の2はかなり時間かかっちゃったというね、えー、そういう人が多いかなと思います。まあ、そういう時にどうするか、ねえー、問いの2の1をまず書き切る。僕だったらそうするね。で、2の2、ちょっとやばい時間がないと思ったら最後に、まあ、パッとね、えー、勢いで思ってね、えー で書くしかないとまあ、2の2、2の1と比べて、えー、そもそもね、えー、と、決議2の方に特段の瑕疵が見当たらないと。そうすると、えー、決議2の取り消しの訴えが見込みがないところが問いのい、え証、ー、文1との違いであると。えー、そうすると、決議の訴えの取り、えー、訴えの利益は消えるんだと。まあ、いうふうにね、いうことはまあ考えれる。まあ、ギリギリそこまでね、え訴えの利益が欠ける理由として、決議2に固有の瑕疵がないことですね。えー、これはまあ、挙げておくと、まあ、十分なね、答案かなと思われます。 はい。えちょっと長くなりましたけども、商法の問題以上にしときたいと思います。まあ、回答例よくね、頑張って書いてるなというね、ところではありますけれども。まあ、ほぼほぼね、網羅的に書けてるってえば書けてるね、内容かなとは思います。はい。えっ、ー、と、民訴法に入りましょうかね。残り1時間も書ききちゃってますんで、民訴法、まあ、現場だったらどう思考するかというね、そこをちょっと見ていきたいと思いますが。はい。えっ、ー、と、問いの、説問、3つ。まあ、ここは民訴法、一般的なね、問題と同じような感じでありますが、 まあこれも、配点がこんな配点ですんでね後ろに時間費やせよそういう問題ですでしかもこれね、えー、っと最近の尚志圏の傾向です ハイテン25の罠というね、えー、そういうふうに私は名前を付けておりますけども、ハイテン25は現場思考である可能性が極めて高いね、えー、そういう問題であります。そういう意味で問いの1、ん嫌な予感というのはもうすでにこの段階で匂ってます。 後ろに力を使えというね、えー、こういう問題でして、問いの位置ですね。もう現場思考的な匂いがプンプンするね、えー、そういう配点です。で、えー、問いの位置は、大体まあね、い、え、ろ、ー、んな問題でもありますけども、前の方にいやらしく難しい問題を置いといて、受験生に消耗させといてね。で、それで消耗2、3でですね、えー、ちょっと力尽きだみたいなそんな感じにして、受験生落とす。これを採点者、出題者の方は考えてますんでね。なので、そういった罠に引っかからないようにね、えー、そこだけが注意事項かなと思います。はい。まあ一応配点、えー、そんなところ、 からまあ気づきですね。え、消耗1が現場思考の疑い。で、実際まあ、課題、え、問い見ていくと、課題1。え、問いの1は課題に答えなさい。で、消耗にも課題に答えなさい。だから気にしない。ねまあな、中身わからない。で、問いの3も課題1について答えなさいと。で、まあ、後ろがこれね、え、相手重たいんで、もう本当に前は軽くです。で、最悪、問いの1は省いて、 二三から検討でもいいぐらいのね。2二三から答案化して、で、問い主の検討と答案化は最後に回すというね。そういうやり方もまあ、僕だったら考えるかなというね、え、問題になりま、え、問題になります。 さあ一応事実関係、えー、把握していきますが、民訴に関する、まあ注意事項でありますが、これ言われなくても主要事実と訴訟物ですね、これ整理しといてください。えー、とりあえずこれ民訴法においてはね、訴訟物と、それから主要事実をめぐる議論が圧倒的に多数でありますので、えー、なので、訴訟物と、えー、主要事実は、言われなくても自ら整理するという感じにしといてください。はい。さあ一応今回の事実関係は、まず X 側に対して、えー、貸金請求の訴えですね、えー、これをやっております。 はい。えー、これ、交際券と名前を付いています。まあ、交際券の名前ついてるから、以下、オツとかヘイとか出てくるんだろうというね、えー、そういう予測が立ってくるところであります。まあ、そういう意味では、これ、この段階で、交際券200万。 で、お債権、閉債権というのがおそらく金銭債権で来るはずですんでね。なんとなくですが、反対債権できたら総裁だなと。総裁とかが来るんじゃないかなというフラグですね。えー、そういうものでもあります。はい。とりあえず一応、交債権の訴えですね。えー、これが、まあ一応なされたよと思ってください。で、えー、第1回、A、X の主張を認めた上で、主意的に弁債ですかね、えー。とりあえず請求原因についての XY 間の主張を認めたというね、書いてありますけども。まあとりあえずはね、金賞契約。 で、もうここも全部認めたって書いてあるので、もうなどにしときますね。えー、厳密な要件事実でいけば、これは、消費対策契約の締結、で、弁済期の到来とかね、えー、そういったところまで要件に入ってきますけれども、えー、ね、そこはもう一旦、全部認めたとあるので、ほ、省略です。で、勾弁。周囲的に、え、すでに弁済と。これを言い。予備的に、だから勾弁2ですね。勾弁2として200万。 代金債権、おつ債権による総裁する。はい。訴訟上の総裁ですね。え、これを言っております。はい。で、このおつ債権としては、Y から X への売買200万と。はい。これを一応ね、出してるよという感じです。で、この契約の締結を証明するために、X が配偶者に 送ったメールのプリントアウトしたものを証拠として出したと。はい。ということで、んと思ってください。これ Y の主張の中に、なんで X が奥さんにあがってたメールが Y 手に入れられたんだと。いうところでね。この中で変ですよね。えー、なんで Y が、 X の内部事情の証拠を手に入れられたんだと。いうことで、まあびっくりはしますけれども。はい。えー、それで見てみると、X の健康状態、XA 館のこの学業成績の相談とか、年願の保険権産3200万購入したとか、そういう話がね、入っていまして。おいおいおい、ええー、のかっていう感じですね。はい。え X。A 館。Y が出す んというね。ちょっと事実関係、ここの段階で、ん変な事実関係というふうなね、えー、気づきができてくると、まあ、なお良かったかなという感じです。で、Y が入手した経営以下の通り。で、えー、紛争経済化した際に解決のために X、A、Y を呼び寄せた話をした。で、その際休憩しようと言ってコンビニまで一人で行った。で、残された Y がパソコンを勝手に開いて、で、命令閲覧可能。で、USB にコピーしたというね、えー、そういう話が書いてありまして。おー、そういう事情があったのか、というね、えー、そういう感じでありますね。 はい、え y.x の pc ですね。で、えメール見た。で、usb 保存と。はい。で、不在中ですね。ということで、まぁ、あ、x の x で、ちょっとこれはうかずですけどね。相手を、 自分の部屋にね、え、呼び寄せるということ自体がね、えー、まあ、ものすごく危ないところでありますけれども、で、それに加えてね、自分がね、え、買い物に行ってる間、ね、え、そこに見られたと、大事なパソコンね、え、そんなもん、きっちり保管しとかんかいというね、え、ちゃんとこうね、アウトするなりして、もう見れないするとか、ね、相手がいるんだぞというね、え、そこをちょっと浮かずだったなって感じがすごいするんですが、まあ、ただちょっとワイナやってることもなかなかちょっとこう、えげつないね、ことをやってるなというところは言えます。はい。 で、そのまんま全部見ていくと、その他、本件メール以外には特にね、口頭でしか証拠がなかったというね、そんなところでありまして、はい、え、Y はこのメールをプリントアウトと。はい。で、弁護士に、どちらも頼んでなかったんですが、え、Y。 同様し、あ、X か。X が同様したと。ね。えー、事実を否認するために相談した。というね、えー。そういう形になっております。はい。さあ、今回の、証拠の利用、阻止することはできるか。で、違法収集証拠。えー、これについて、判断記事もあやふやですと。で、多分皆さんほとんどそうですね。えー、民訴で違法収集証拠とか聞くか普通という,ような感じでしてね。えー、そこをわざわざ聞いてきたのはおそらくですが、あの、受験生同様させるためだったんだろうという感じがするね。えー、こんな違法収集証拠を、まあ、 軽素でもあまり出てないのにね。なんだよもっとね、可能性の低い民ンでこう聞いてくるのかなとも、センスがよくわからんてね、僕は個人的に思ったりするんですけども、まあいいや、もう出たあったものは仕方がないね。え、出たのも仕方がないんですが、25点、現場思考、後ろ75点ありますんで、問いの1、えー、あまりその検討が十分できない状態であっても、先に問いの2から検討を始めようとかね、えー、そういう感じでも決めていただいても結構かなというね、えー、そういう感じです。とりあえず、 問いの把握だけして、ね、次に行くという感じしましょう。えー、その後の課題見ると、えー、重要な論点ですよ。で、少し頑張ってもらおうと。で、証明力あるので、もっぱら証拠能力を検討してくださいと。はい。ということで、えー、このメール。違法収集で、排除 で、具体的には、えー、ありうる、えー、違法収集証拠、証拠能力排除制限されることを、あり得ることを前提とし、で、証拠能力が規制される法的根拠を挙げる。で、プラス、基準と。で、どのような結論になるかを明らかにすると。 まあ、要は当てはめですね。これが過去のビート。うわー、というふうに、まあ、結構目の前がクラクラクラっとしたか、あるいはちょっと寒気が走ったかね。そういう方も結構多かったんじゃないかなという感じはするんですけれども。まあ、開き直ると、他の人も一緒だと思ってください。<笑><笑>自分が困っただけじゃないんでね。みんな困ってる。で、みんな困ってる時どうするか言うと、まあ、そこは自分なりに落ち着けというしかないんですよ。まあ、法的コントと聞いてるんで、条文を探し出すと。 で、証拠に関する条文で何かなかったっけというふうに、まあ条文探しを始めると。で、適切なのが見つかなかっても、民訴は最終的に審議則というね、そういうまあ一応証拠、あまあ法的根拠が、それもまああり得るんでね。なのでまあ法的根拠、まず条文探せというね、えー、そういうところに行くでしょう。から基準に関しても、まあ本件では事実関係として、プライベートなメールを勝手に見て USB 保存しているというね、えー、そういうところがあるので、まあそこの事実を使える基準を、 何か抽象化して作り出すという形でいいわけです。まあ、いいわけです。というね。これはもう現場での逃げです、ねえー。とりあえず思い出せないのであればですよ。何、えー、か判例が、まあ、なんかあったなというのは、ね、思い浮かべる人はいるかもしれませんがあんま出てこないと。出てこないときにどうするか。まあ、本文の事実関係から逆算するというね、えー。そういう抽象化して基準を立てるというね。まあ一つ入手方法の正当性とか、ね、あるいはその証拠。 入手の、まあ、用性、困難性とか、ん、ま、かそんな話のね、えー、事実を出してもいいでしょうし、最悪、ケースの基準をスライドする、重大違法ある時には排除するべしとかね、えー、そういう感じでもいいと思うんですよ。なので、えー、そういう意味で、まあ、いろんな発想ですね、えー、ありますんで、まあ、最悪、なんとか形にして当てはめして、はい、次ね、25点。まあ、0になるのは怖いですけれども、 7,8点でもいいじゃないですか。後ろで75点でね。えー、その中で50点取っとけば十分合格するわけですからね。なのでそういうふうに割り切る。ね。えー、問いのうちであまりこう力を使いすぎない。まあみんな困ってる。みんな困ってるんでどうする。ね。えー、そこについては、問題文の事実関係の抽象化、あるいは軽争のスライド、重大違法ある時に限って証拠排除するべしとかね。あるいは証拠利用することが相当でないと言える場合とかね。えー、そういうふうにまあ、あの、軽争の基準、えー、まあ、 スライドのね、えー、任用権、係争ね、えー、違法派じゃありますが、まあ、任用権はそのままスライドでもいいですが、ちょっとね、えー、将来の違法と相行くという言葉が使いませんので、なのでそういう意味では、まあ重、重大な違法があり、かつ証拠との理を認めることが相当でない場合とかね、まあ、そんな感じでも別にいいと思いますので、まあ、とにかく何かのか基準を立って,てみてください。まあ、あの、断片的に思えている方は、おそらく人格権侵害というね、 まあ、判例のキーワード、もし思い出せる方、思い出せた方はね、なんか人格検診会とかいう言葉を使ってたかなと。なので、それを入れた基準を立ててもらったら、まあ、それなりに、なんとかね、えー、形、まあ、現場としての逃げはね、十分できるかなとは思われます。はい。えー、いうことで、まあ、一応、まあ、問いの1から、まあ、ね、この、 分析会ではお話をしていきますけども、僕がもし現場だったら、多分問いの1逃げますね。問いの2、3に先に行こうというふうに思うと思いますんでね。そこはまあ一応分析会で、とりあえずまあ頭からやった方がね、時間との関連もあるので、それでやっちゃいますけれども、とりあえず問いの1ですね、あっさり終わらせる。ね、そういう形でやっていきたいと思います。はい。否定の根拠ということで、まあとりあえずね、法的根拠としてはまあ直接的なものはないんですけれども、参考になるのは自由信証主義です。で、自由信証主義でこれは何かというと、 原則裁判所の裁量なんですね、証拠の歳費、それから証拠の評価、これについては裁判所の、まあ、基本的には自由裁量になるというところありますけれども、 証拠採用が新議則に反すると言えるような特段の事情。これがある場合には、えー、やはり証拠能力を否定するべきだと。で、その特段の事情があるかどうかについては、証拠の入手の経緯とか、えー、あるいはその入手の通常での容易さ、そういったところを踏まえて、えー、人格権侵害と言えるかどうかで判断するとかね。えー、そんな感じは、まあ僕やったらするかなと思います。はい。えー、とりあえず一応新議則という、まあ、民訴二条でね。これは一応ね、えー、法的根としては出しておいた方がいいかなと思います。はい。で、あとはまあ事実関係拾って、 で、拾うだけじゃなく、評価をする。ねえー、そこを、まあ、心がけとくと、なお、まあ、こういう問題でも、加点が望めるかなと思います。本件では、X 自身のプライベートのパソコンのメールで、対配偶者か、の配偶者へのメールという、 通常第三者がね、見ることが想定されないメールであるという評価できると思うんです。まあ、ここね、事実評価がすっと思い浮かばない方向けにね、えー、事実評価の一般的手法をちょっとここでお話しときますけれども、まあ、事実に対する評価とはこれ比較をするとか、あるいは受け取れ方を考えるというね、えー、ここがま、結構よくやるね、方法です。まあ、なので本件でいけば X の パソコンのメールですよね。で、しかも配偶者へのメールということでして、えー、要はこれは第三者へのね、そのオフィシャルメールでね、えー、その取引上のメールとかそういったものとも違い、家族間でのプライベートなことが書かれたメールと、つまり第三者が通常を見ることは予想されていない、そういったものであるという評価が出てくるんですよね。だから似たものと比較するとかそういった視点で事実評価をしていただくと、ね、えー、なんかこうね、えー、いい言葉が出てくるかなとは思います。はい。 で、しかも通常入手することは困難な自宅の中のパソコン。たまたまその、ね、訪問した時に一人になったところを、え一、ーえーえー、人になったところの木に乗じてとか、あるいはそれを木化としてとかね、なんかそういう表現、えー、ね、使ってもらったらいいと思いますが、えー、それを木に、ね、えー、わずか短時間の間に USB に保存し、で、それをプリンターとかして証拠化し,したものであって、あまりにも X のプライバシーという人格権、これを侵害すると。 これでどうでしょうかね。まあ、それなりにかけたというふうに思います。ね。えー、まあ、それなりにかけたらいい。25点しかない。 後ろが重い。そういったことを考えて、まあ僕は初見でもね、もうあっさり終わらして、はい、次というね、えー、そういうふうにまあしたね、ね、えー、そういうところではあります。はい。まあそんなことで、問いの位置に時間使いすぎないね。ね、えー、一応まあ自由新書主義の条文とか新議則、まあどっちかだけでも上げておけばもうもちろんね、えー、とりあえず何らかの点は入りますが、まあできたらまあ、新規、ね、則はまあ落とさない方がいいかなというね、そんな感じがします。で、えっ、ー、と、人格権侵害とキーワードが出たらまあ、 とりあえずね、え、判例の、ま、引用としてはすごくね、え、いいのかなと思いますが、まあ、それができなかったとしても、まあ、この事実を抽象化した規範ですね、え、入手の容易性、困難性、あるいは入手の正当性ね、え、いろんな方法が、まあ、ね、ありかなと思いますので、まあ、抽象化して使う、まあ、最悪軽装の規範ですね、これをスライドする、まあ、いろんなやり方があるかなと思います。 はい。ということで、まあ現場思考の一つの参考としてね、見といてもらったら結構でして、まあここは問いの位置はあまり差がつかないと思われますんでね、えー、そこでできた、できなかったというね、えー、そこはあまり合否に影響しないだろうというね、えー、むしろ問いの2、問いの3でどれだけ取れるかというところがね、大きな、まぁ、あ、調査になるんじゃないかなと思われます。はい。さあ、課題に行きましょう。はい。課題に問いの2の方ですけれども。はい。えっ、ー、と、訴訟としては続きですね。えー、これが、 えー、出てきています。なので、ちょっとさっきの事実関係前提にしますんで、はい、えー、ちょっとここはもう一度書きます。貸金200万の請求訴訟です。で、これを交際権にしますと。で、請求原因としては、XY 間の禁止を契約。これも自白成立です。で、えー、まず、弁済の公弁。で、次に、 総裁の答弁で、Y から X への売買。これを挙げていると。はい。で、これがおつ採決ですね。その後、はいえー、第2回口頭弁論で、えっ、ー、と、売買の否認ですね、えー。これはちょっと難しいということで、えー、売買の事実を X 側はこれ認めたと。 で、おつ債権については、弁済したというね、これを最高弁で出してます。で、さらに、これが認められないとしても、Y は、X の亡き父 B からかつて200万を借りており、ということで、ちょっとややこしくなりそうですね。えー、X の、父、すでに亡くなっている、えー、そこから200万を借りている、 で、相続したと。いうことで、X の愛に対する閉債権があると。はい。これを閉とします。三つ目の債権出てきました。ややこしいっていう感じですが。で、これを相続に取得し、で、弁債期が到来した。で、えー、っと、10月末に弁彩期到来した旨。それから閉を自動債権を自動債権として操作するとの一生を疎外でした旨。というね。はい。疎外の 総裁 はい。疎外で総裁と訴訟上の総裁の違いっていうのは、ここちゃんと理解はしてますでしょうかね。えー、訴訟上の総裁っていうのは、これは、裁判所が判断してくれたら総裁という、そういう、まあ、条件付きのお話なんですけれども、疎害の総裁ってのは、も確定的にこんな事実があった、もう総裁済みですというね、確定的主張です。そこが全然違うと。えー、主張として、ふわふわっとしてるのが訴訟上の総裁。で、疎外の総裁ってのは、これも確定的にこういう事実があったんだ、というね、えー、そういう、まあ、お話ですので、まあ、全然性質が違うというところで、まあ、ここはね、再捜査の可否。 えー、疎外の再総裁の主張はできるけども、訴訟上の再総裁になるとこれは難しいというふうなね、そんな判例があったところになります。はい。えー、っと、そんなところでありますが、えー、っと、その後、えー、事実書き見ていくと、えー、っと、総裁の主張ですよね。えー、これをしてる。で、一応、R、えー、最高弁ですね。えー、このそ再総裁の主張が優先するという主張を、まあ、X 側がしているというね、そんな感じです。で、お書きがありまして、 はい、え Y の兄、Z が保を交際権についてですね。交際権に関しては、わざわざここで保証を書いてる意味が、ちょっとね、まだ判断しかねるところありますけれども、まあ、とりあえず Z が補助参加しているというね、はい、42条参加をしているというのを一応事実で書いておきます。はい。さて、この事実関係について裁判所の判断ですけれども、 はい、えー、X による、閉塞権の情勢の操作の承知は、疎外で確定的なものであると。そで、操作上許容されると判断した。まあ、そこはもうね、知識、判例の知識からしたら、そろそうだというふうに思ってください。で、えちょっと裁判所は証拠調べを実施した。その結果、はい、裁判所の申証が書いてますんで、裁判所の申証ですね、えー、これを、まずは手控えに残していきましょう。はい、え裁判所の申証ですけれども、丸の1。交際権、乙裁権の発生はいずれも争いなく、で、閉塞権の存在も認められると。 しまった。えおつ兵葬祭っ書いてあるけども、兵債権ありやね。兵あり、プラス、これ入れときます。はい。裁判所の新証としては兵債権もあると。で、えっ、ー、と、弁済の事実はいつでも認められない。で、Y による捜査主将事は、 本件、訴訟において裁判所にの訴訟、えー、捜査判断されること条件として、実態補障の効果を生じるものである。一方、X の総裁は確定的なされるので、X の総裁が優先する。はい。E2 より優先すると。はい。さらに ③、丸の三えっ、ー、と、総裁的情は、公津総裁、適所は今、先に生じている。で別段の合意も認められない。ということで、まあ、一応、お津兵が総裁で、 消えたとで、結論としては、これを認めた結果、公弁が全部消えたという感じになりますかね。えー、とりあえず、ね、お津兵が総裁で消えた以上、E の公弁が全部おじゃんになったということになりますんでね。はいえー、従って請求任用という判断をしたと。はい、とりあえず、一応裁判所の新証 ね、えー、そこから、ま、結論としては、任用判決が出た。ね、えー、そういうことまでは一応通りの事実関係で書いてあります。で、その後会話、ね、見ていきますと、X が、オツについての弁済認められなかったということに不満があって、構想定起と、へと思いますけどね、これね。ちょっと問題としては、まあ、不服の利益を、 ターゲットにして欲しかったなと思うんですけどもまあ、そこはもうね、えーえー、いいよということで飛ばしていきますまあ、とりあえず、えー、控訴審の侵入の範囲ですけれどもお伝え権の損費になるかというとそうじゃないと、えー、一応控訴は適法で不対抗訴もしてないと で、さらに、え、控訴の審理の範囲限定されずに、公や兵、え、これが、えー、審理の範囲に含まれると考えていいでしょうと。これはもう前提にしてくださいと。いうところでありまして。まあ、これ、一応、実を言うと、あのー、控訴するときの効果ですね。上訴不可分の原則というのがありましてね。え、上訴されるときには、基本的にはね、その対象となるね、え、訴訟物、全部が移信すると。で、訴訟物に関連するね、え、主張というのも全部基本的には移進すると。いうふうに考えるのがね、え、原則的な感じであります。はい。とりあえず一応前提としては、X 控訴、適法なことを前提にする。 とまあ、これ自体がどうかなというね、えー、そういう気もせんでもないですけれども、はい、えー、そういう過程のもとで、公と兵が審理に含まれることから、現判決を示した最高弁の許容性、優先順位から、えー、捜査柔道の判断に変更ないことを前提として、なので、まあ、そのあたりは変にずらさないでくださいというね。で、課題。公は弁済により消滅と。 から、こう、つ、いずれも、弁済はないんだけれども、へいなし。はい、それから、こうは、弁済してない。だけれども、えー、おつ、弁済で消滅した。 そういう判断に至った場合のそれぞれについてどんな判決すべきかを検討しよう。はい、ということで、まあ控訴審の判断ですね、えー。これをちゃんと出してくださいというね、えー、そういう話になりますが、はい、えー、控訴審の審証がこうなったときに、 どんな判決をするべきかというところで、まあ、控訴審のなすべき判決に限らずですけれども、これはまずは、裁判所のなすべき判決と聞かれたときには、主文と理由を考えるというのはこれも鉄則です。えー、判決を考えるときに主文どうなる、理由どうなると。で、いきなり主文が出てきにくいと思いますので、理由のところからまず、真章通りに行ったらどうなるかと。はい。えー、とりあえず一応まず、考えるべき出発点としては、真章通り。 でそれがまあ控訴審のまあ条文上で、ねえー、そこから可能かどうかというあたりをね、えー、順番に考えていくというところを、ねえー、心がけていただくと大丈夫な問題になるかなと思います。まあ、この辺、あのー どんな判決なすべきか、これ、旧司法試験時代、以来で、ね、ずっとこうね、似たような問題が何回も出てますけれども、まずは、新証通りになれば、どんな判決するかと。で、えー、それが可能かどうかというところをね、えー、しっかりと、まあ、一応ね、えー、高素子の条文とかを踏まえて考えていければいいかなと思います。はい。ということで、まあ、カッコのアのところで、えー、まずは、交際権が弁済されたというね、えー、こういう話になると、はい。請求原因 OK だけれども、公弁1が、 丸になるわけですよね。ってことは、これは、判決としては、棄却すべきという話になるはずです。で、控訴審ですので、できたらこれね、この言葉を入れてください。一審取り消した上で、請求棄却というね、こういう感じになりそうです。はい。 さあ、これができるかどうかということですが、これ、控訴した X にとってみると、勝ってたものが負けになるわけでね、不利益変更を禁止の原則に反すると。で、まず、不利益変更になっているかどうかを、訴訟物について判断する。で、訴訟物レベルでね、丸がペケになっているというところで、これは不利益変更だと。で、もっと言うと、不利益変更の点は、総裁の神戸に関して規範力生じる部分、そこについてもね、不利益変更かどうかの対象になると。で、本件でいくと、はい。 オツ債権総裁認められないというねあ、まあ、ごめんなさいオツ債権総裁というのがこれ原審の判断です一審オツでの総裁これは認めないというね、えー、そういう感じだったわけでしてつまりまあ規範力の面で一審ではオツ債権の損比のところにね、えー、規範力がまあ生じうるという感じだったのにオツ債権の規範力消えますからねはいえー、こう 丸がぺけになってる。というところと、オつの114条2項。これが消滅と。はい。まあ、この不利益変更になるかどうかに関しては、訴訟物レベルでのね、えー、その原告に有利不利というね、そこのと、あ、控訴人にとっての有利不利だけじゃなく、えー、そこは規範力レベルですね。えー、そこでの有利不利も含めて、えー、不利益変更かどうかを判断するべきだと。はい。それを踏まえるところ2点で不利益変更になっておりますので、 公訴企画にするべきと。はい。新証ならば、規画一審取り消し。けれども、これは304条に反し得る、公訴企画とするべきだと。はい。同じようにやっていきましょうか。はい。えー、交通に対しての弁済なしということなので、 こういうことですかね。えっ、ー、と、兵なし。つまり、総裁なしと。乙つ兵総裁なし。ってことは、e、E2 の、えぇ、ー、乙総裁。これが丸ということになるわけですね。はい。えー、裁判所の審証を、まずは整理すると、請求原因が認められ、 で、なおかつ、えー、公弁、再公弁のそれぞれ一つ目がなし。で、再公弁の総裁が認められない結果になる以上、えー、公弁としての、まあ、おの総裁ですね。えー、これが認められることになると。ということは、新証からすると、これもやっぱり棄却になるわけですよね。一審取り消して、請求棄却というふうになるのではないかなと思われますが、これはやっぱり同じですね。 不利益変更を禁止に反するなので控訴棄却にとどめるべきだとはいこれまあ丸がペケになっているところはもちろんですはいまあおつ債権閉債権ですね、えー、そこの規範力の点は変わらないんですけどもね、えー、ここはまあ一応、えー、ここの部分ですかねこうが丸がペケになった点ですね、えー、これが不利益変更だと さあ、最後、う。えー、こう、弁済で消えてない。だから、請求原因 OK で、この弁済はなしやから、一つ目のこうなしと。で、二つ目のこうのうちの、オツあり、なんですけれども、R1 の再こ弁が認められると。 ということは総裁は認められないというそういう判断ですよと。ってことは、新証通りでいくと、任用判決と。はいで、任用判決する。で、これは特に別に304条には反せず。 不利益変更にはなってません、はい。で、どういう判決するかだから控訴審としてはどうするかです。新証通りだと任用というね、そういうことなんですが、一審でもこれ任用判決してるんでね、控訴任用、はいまあ、控訴通りの、まあ、一応ね、形で。 一応、酵素は X が不服があるので、まあ一審を取り消した上で、改めて任用と。はい。まあこんな判断をすることになるかなと思われます。まあ一応論理的に一個ずつ詰めればいいというだけですので、まあある意味、 ラッキーな問題。といえばラッキーな問題です。まあ、ここのところでね、えー、混乱せずにちゃんと論理的に答え出せたということで、も十分ね、えー、他の人が確定にこけてくれてるわ、という感じになると思いますんで、まあ、これで十分、一応の水準から良好はいけたかなというね、えー、内容になるかなと思います。はい。えー、大事になってくるのは結局、まあ、判決の問題というね、えー、ここの問題にある程度慣れてたかどうかで、えー、新通りに行けばどうなるか、で、それが条文等からして可能なるかというね、そんな話ですけども、控訴審に関してのお話は、一般的に不服の利益、それから不利益変更禁止 で、それから上祖不可分の原則とね、まあ、この3点に関する、ま、出題が圧倒的に多いのでね、えー、そこのところをね、えー、ちゃんと事前に準備していれば、まあ、そんなにこ、この問題ね、難しかったかなというと、いやいや、そんなことない。問いのには取れたはずというね、えー、そういう問題になるのかなと思われます。はい。さあ、最後の問題行きましょう。問いのさん。はい。えー、カンでありますが、問いのさん絡み。 はい。えー、今度 X のみが構想を提起し、で、二重構想もしなかった。で、現判決相当ということで、X の構想は企画する目の判決をした。で、誰も上告せず。で、確定したというね、えー、そんな話が出てまして。はい。確定判決久しぶりに出ましたね。えー、確定判決ときたら基本的には規範力というのを想定していただくといいかなと思いますが、本件では補助参加もされてますんで、参加的効力も当然念頭に置いていただくという感じになります。はい。とりあえず一応、X の和に対する判決ですね。えー、とりあえず任用判決。 で、確定です。で、Z は補助参加してたと。こういう状態でした。はい。えー、ところで Z は X、X の間に対す請求に引用されることを阻止するために、一審において、ということで、また一審の話がちょっと出てきます。はい。えー、一審、えー、いろいろとこうね、えー、ありましたけれども、請求原因があって公弁があって、 最高弁があってと、なかなか複雑な主張反応があったんですが、そこにもう一個事実追加するというね、えー、そういう感じですので、情報、これ言われなくても請求原因等整理しろというところをやってないとね、もう混乱しまくった問題ね、えー、なってしまうかなと思います。はい。とりあえず一応一審のお話でいくと、えー、っと、交際券ですね。金賞契約。えぇ、ー、交弁債で、おつ。 で、総裁。で、オツ弁裁。で、閉裁権ありで、オツ閉総裁。はい。まあこんな主張が、一審でされてたわけですけども。はい。えッ、ー、Z、一審でどんな主張をしているかというと、えぇ、ー、と、補助参加をしてる。で、補助参加にはどちらも意義を述めなかったので、補助参加にとして適法に、まあ一応訴訟遂行を知ることになって。で、えー、第3回の口頭弁論で、交際権については、X が免除した事実、 で、閉債権について、えー、Z がオツに代わって弁債した事実を主張したというね、えー、そういうことで、プラスアルファの主張が出ています。はい、Z の主張として、交際権免除ということと、それからもう一個、えー、っと、閉債権については Z が弁債やから、R に対してのさらなる弁債か。 再最,最,最高弁かな最最高弁としてこれを主張、ね、しているとで免除の事実を立証するために Z の尋問請求をしたとしかし Y は えー、Y が主張する弁済時期よりも、免除の時期の方が遅かったと。ね、弁済した後に免除はないだろうというね、そういうことですね。えー、弁済した後に免除と、これは普通しないわけでね。えー、免除が先で、その後弁済だったら、まあ分からんではないけども、まあ分からんこともないか。え、ちょっと矛盾するかなという気がするんだけども、まあとりあえずこれはね、えっ、ー、と Y の方は、えー、免除は事実はないと主張し、ということで、 ここに補助参加しておきながら YZ 間で喧嘩してるという状態になります。ね、Y としてはこれひどいですね。なんかね、えー、Y からの要請で免除した事実言ったにもかかわらず Y がね、えー、認めなかったというね、えー、そういうことでなんかちょっとこう Y の訴訟戦略になんか問題ありだなという感じがするんですが、はい。えーと、さらに撤回ですね。邪魔したという感じです。 弁済の事実については X 争われ、まあ、結局認められなかったと、はい、で裁判終了後に Z が X から保証債務履行を求められたで弁護士に相談すると大変な状況ですねという、ね、その話になりましたと、はい、いうことで、まあ、この後ですね X から Z への請求が来るというね はい。保証債務履行請求ですね。えー、これが考えられるよ。うこんな状態です。はい。えー、Z の説明によると、会話ね、見ていきますと、えー、と、X が Z に保証債務の履行を求める訴えを提起する可能性がありますと。で、その場合、Z としては、交際権の存在を争う。えー、それをなるんだけれども、えー、その訴訟手続きで、交際権の存在を認めた前訴確定判決に基づく7かの拘束力、作用するかどうかが問題になる。えこの点を検討してくださいと。はい。ということで、まあ、XY の判決項ですね。 Z に及ぶかかどうかとこれがまずは課題1と、はい、で今回のところ、まあ、判決項としてはもちろん規範力の問題もありますしプラス、まあ、ちょっと今回は特殊ですね保証人ですので実態法上の依存関係のある、まあ一ね、立場ですので一言ま言反射項肯定する否定するはどっちでも結構ですけども反射項の議論はやっぱり書いておいた方がいい。 で、プラス補助参加してるので、一応参加的効力のあたりがね、えー、この判決校としての候補にね、上がってくる、まあ一応問題になってくるかなと思います。まあ40点ありますんで、まあ包括的に書いといた方が安全かなという、ねえー、感じがするところはあります。はい。で、その上で、えー、Z としては2位に履行請求した上で、求償することもあるよね、と。はい。課題1はこれは X の Z に対する請求です。 これを前提にしますけれども、課題には、Z から Y の求償と、これを前提にして、で、Y が求償、債務を否定するために、交際権を争う、なんてなことが考えられると。 で、ここでも、前訴の確定判決の効力が問題になりますねと。ただし、この場合は前訴である補助参加人が、非参加に対して訴え、えー、用するという、珍しい構図である。で、このような援用をされるかという問題が含んでありそうですと。はい。ちょっとここの課題の意味がね、えー、ちょっとわかりにくかったかもしれませんけれども、えー、前訴である本件訴訟の補助参加人が、非参加人に対して、確定判決援用というようなところでね、えー、ここ、補助参加の参加的効力、 に関しては、どうも、珍しい構図ということは、これ本来は逆だっていうことですよね。非参加人が援用するが通常だろうということが言いたいんですね。えー、補助参加の場合においては、元々の当事者の非参加人、これが補助参加に対して、あんたも拘束力受けるんだよというね、えー、こういうふうに主張していくというのが、まあ本来だろうというのをどうも、この誘導の前提にしているね感じでありますね。えー、46条の本来は、 参加人から補助参加人に対する主張で沿用ということなんだけども本件では逆だと。 で、このような問題あることを留意しつつ、Z の場合に対する訴訟手続きで確定判決的効力を作用するか否かについて検討し,たしてくださいと。で、46条の効力以外の効力は検討さなくていいと。はい。いうことで、はい。はい。46条の効力沿用できるかどうかというね、えー、こういう問題になっております。 さあ、内容的に、えー、補助参加の参加的効力というのが、まあ結構ね、えー、メインになっているのが、まあ見えてきますけれども、ちょっと課題位置に関してはね、誤解している方も結構いるかなと思いますので、まあその辺も含めてね、ちょっと軽くお話をしていきます。はい。私の一応初見の検討ですけど、まずは規範力のところから行きましょうかね。えー、確定判決の効力、えー、一応 Z、 1>, 1号から4号どれにも当たらないということで規範力を受けることはないというのはまあ軽く、ね、見ておいてください。はい。から実体法的な、ねえー、依存関係があるということで反射的な効力、ね、反射効ですね。えー、これも一応学説上ありますけれども、 安易に判決項の確証を認めるべきではない。ね、えー、条文がない以上は認めるべきではない。法的安定性の現地から認めない。まあ、判例説でいけば否定でいいかなと思います。まあ、ここは学説によって肯定でも結構ですでね,ね、えー、実体法上の依存関係というものを訴訟に反映させて、反射的な効力を認めるというのもあり得ますが、まあ、ちょっと今回はね、えー、Z さんに不利益な拡張でしてね、えー、不利益な拡張というのは認めない。まあ、利益な拡張だけ認めるというね、 学説的にはそっちもありますので、まあ、どっちでも、ね、ど、どの見解でも結構なので、とにかくまあ、反射根についての自説を述べていってください。はい。で、参加的効力なんですけれども、ここ誤解しないようにね、えー、あくまでも参加的効力は、配訴責任の分担という制度趣旨。ですので、参加人、非参加人間にのみ生じるというふうに考えますよね。あくまでも生じるのは YZ 間のみ。なので、XZ 間では生じないと。 いう扱いでね、参加的効力が Z に及ぶということはないと。まあ、つまり、Z としては改めて交際権を争うというふうな主張がまあ可能ではあると。ただ、確定判決ありますので、それがかなり強い証拠になりますのでね、争ったところで、ね、認められる余地はかなり低いかなとは思いますけれども、とりあえず、参加的効力ですね、敗訴責任の分担という制度実施から、効力の主観的範囲ですね、これは YZ 間 参加人、非参加人間に限るというね、そういうふうに思ってください。はいということで、46条のまずは問いの1ですね、これ、取りたいね、きっちり取り切りたいというね、そういう問題でしょう、まあ、とりあえず115条の規範力の原則論、そこもちゃんと書いておくといいですね、規範力というのは基本的に、えー、手続き保障が与えられたことに対する、まあ、自己責任の検知。 当当事者間ににのののみ及ぶのが原則であるるとで条文上拡張されれていいは2号号からら4ずもたない、ねえー、そういうふうにちゃんと原則論を踏まえて、例外2号から4号。で、どれにも当たらないと。と、まあ、いうところをね、えー、しっかりと、まあ、前提ね、えー、書いておくのが望ましいかなと思います。はい。さあ、一応問いの2の方ね、課題2の方かな。えー、課題2の方が、こちらが、まあ、一応メインでありますが、まあ、Z が引用し得るかという、まあ、ここの問題、あんま考えたことがないかなと思いますけれども、46条は本来、 非参加人の方が補助参加人にあなた判決を受けるんだよというふうに言うのが前提だみたいなそういう主張をね、えー、弁護士がどうも考えているようなんですけども、はい、それがまあ妥当かどうか、はい、46条の効力、Z からの営用が可能かどうか、わからなければ趣旨からいこうと。で、これは敗訴責任の分担ですね。敗訴責任の分担ってのはこれ要は、 共同して訴訟追及をした以上は、その結果たる判決に、まあ、両方とも拘束されるべしということでね、どちらが援用するかは想定してないというところでありますね。敗訴責任を補助参加人も負担する。で、言い換えたらこれは、もちろんその本来の当事者の非参加人も負担するというところでありましてね、従ってどちらが援用しても構わないと。 はい。どちらの栄養でもかと。YZ 間と書くと、これは具体的なアレになるな。規範として書くならば、参加人、非参加人間に及ぶ。で、どちらの栄養も可能と。まあ、配責任の分担ですからね。お前こそ負けた責任取れよと。ね。そういうことですよね。だから、Y から言ってもいいし、Z から言っても、それはどちらでもいいでしょうと。はい。 で、問題はそこからですね、えー、本件で援用を認めるかどうかということで、本件でのまあ特殊事情ね、ちょっとここを踏まえていきましょう。えー、本件での特殊事情として何があるかっいうと、Z がやろうと発症を Y が止めたというね、えー、そういう感じなんですよね。で、そこがまあ参加的効力に何か影響を及ぼすかということで、まあ、まずは条文から確認していくといいかな。えー、46条。 はい、えー、補助参加に係る訴訟の効力、裁判は、次にかかる場合除き補助参加に対しても、その効力を有する。まあ、この文言からしてもね、えー、確かにはその、判決項ですね、えー、その、補助参加人に対する拡張的な効力、これが参加的効力なので、えー、当事者の方から何か援用するというのをね、どうも想定してるっぽいと、まあ、そんな風に読めなくはないんですけれども、はい、えー、その46条、1号から4号に当たると、生じないわけですよね。 で、46条の1号から4号。はい。えー、これを見ると、全条1個正し書きの規定に補助参加に、これが、えー、訴訟行為することができなかったときと。はい。ということで、まあ、全条1個正し書き、45条1個正し書きかな。えー、補助参加のときにおける訴訟の程度に従いできないもの。それではなさそうなので、1号は関係なさそうです。次、2号。全条2項の規定により、 えそ、ー、の参加人の効力が、え訴訟行為が効力を有しなかった時ということで、まあ、ここはあり得る感じですよね。45条2項で停職ですね。えー、免除の事実を否認したのが Y。Z は免除の事実を主張した。要は停職した感じになっちゃってますんで、えー、それはまあ、あり得るという感じになるでしょうか。はい。さらに3号もこれあり得ますね。 えー、補助参加人の訴訟行為、あ、非参加に、これ当たね、これが補助参加訴訟行為を妨げた、免除しようとして立証しようとしたのに、それを妨げたということになりまして、確かに2号3号はこれあり得ます。まあ、4号、これはないかな。非参加人、補助参加できない訴訟行為、行為によってしなかった。これはわからないんで、まあ、4号は無視したらいいですが、本件では実は2号3号の自由が実はあり得ると。その点でいくと、 参加的効力なしというのも考えられますけれどもこれ「参加的効力なし敗訴責任の分担」ねえー、Y に及ばないでいいのかどうかですね。 えー、X の Y に対する交際権ありというね、えー、前奏の判断ですけれども、はい、そこを Y に及ばないといいのか。当事者ですよ、もともとね。しかも Y 自身が妨げといて、 ね、えー、で、補助参加の効力も受けないとかね。それは、ちょっとどうなのかな、という感じがしてくる。ね、えー、ちょっと気持ち悪さをすごく感じるところではありますね。えー、補助参加の効力、ね、えー、今回は、Z が援用しようとしている。つまり、補助参加人が利益、補助参加人の利益を考えて援用しようとしていると。で、そこに、補助参加人だった人の訴訟行為を妨げようとした人が、その補助参加人に有利な判決行を、 認めないというのは矛盾挙動的な感じですよねいいですかね、前訴においてこの免除を否認して妨害していた Y。Y の方が妨害していて、で、46条の3号そのものは、これ、補助参加人自身が私十分な訴訟活動できなかったから参加的協力受けませんと。これはまあ想定している条文なんだろうと思うんですけども、非参加人の方が、 私、邪魔したから補助参加の効力生じませんと、いや、それないだろうという感じがするよね、この46条の3号の、まあ、本来は、補助参加人から見たら拘束力受けそう、だけれども、十分頑張れなかったんだから拘束力受けないと、こういう主張を想定しているはずでして、はい46条の2号3号ですね、これ、補助参加人のための規定です。 なので、Y が遠用は許されないと。したがって原則通り、効力を呼ぶということでいいかなと思います。で、この補助参加人の参加的効力。 はい。範囲としては主文の事実と主要事実の認定、そこに及ぶというね、えー、そういう話でありまして、まあ今回のところ、訴訟物の高音債権のありかな、えー、ここにまあ既安力、えー、参加的効力が及びますんで、まあ独断。 理由中の判断、うんぬんというね、そこをまあ言わなくてもまあ答えは出てしまうかなという感じがしますけれども、はい。まあ、心配な方は、ね、えー、補助参加の効力として、えー、主文及び理由中の判断のうちの主要事実の認定を及ぶというのをまあ判例で、ね、紹介しておいてね、でそこでまあ本件での交際権の存在というのはこれに含まれるので、参加的効力が生じると。まあ、いうところもね、一応加点として、ね、なんか狙っとくというのはね、考えれるところではあるかと思います。 はい。ということで、まあ、問いの2と問いの3は意外に取ろうと思ったら取れるね、えー。そういう問題だったのかなということで、まあ、問いのうちをいかに無視してよかったかというね。えー、そういう問題であるのが、このね、民主党の問題かなと思われます。はい。えー、一応の水準との確認最後にね、ちょっとやっておきたいと思いますが、まあ、一応の水準処方以下ですね。 はい。えー、やっぱりまあ主張の最低限を拾っていくというところがね、やっぱり一応の水準のベースになりまして、まあ任務形態の認定ですね。えー、何らかの形でここ、ね、どちらでもいいので、全管義務違反ないしは、中日義務違反の認定をする。で、全要件の検討。 で、全株式保有というところを踏まえてね、えー、なんとか論じていれば、まあ一応の水準で、あとはそこに、えー、実質が伴っていればいいね、えー、確かに承認が形式的にある点とか、あるいは他の取締役が逆らいがたい、まあ、あるいは、まあその辺の総合的な認定、プラス、 面除と結びつけるなどの法律構成ですね。えー、そこが通ってると、まあかなりね、えー、上に行くのかなとは思われます。まあ、問いの1ですね。えー、取れるところで取るという観点からすると、まずは423の要件全部拾う。で、それから反論としてのこの全株式保有ちゃんと拾うというね、えー、そこをまあやって、あとは、まあ、肉付けですね。本当にもう肉付けになりますが、双方向の認定であるとかね、えー、ちゃんと法律構成、条文と結びつけるというね、その意識があったらなおいいかなと思います。はい。というのにも、 まあ、誰もが知ってる法定責任説。で、任務下段について一と矛盾ない認定をすること。で、あとは全要件ちゃんと認定する。ね。えー、そこがまあ、ベースになりますし。まあ、そこの中で、間接損害重過失。ね。このあたりがおそらく大きくね、えー、その、探しやすいね、要件でありまして、そこをちゃんと、まあ、具体的事実を踏まえて、双方向で、まあに、に述べるとか、あるいは相当因果も検討するとかね。ねそのあたりでプラスになってくるかなと思われます。はい。えー、というのに、 えー、ここは非常に判例がたくさんありましたんでね。原告的確の共有株式の判例。任期満了の点。から、106正し書き。ね。このあたりは最低限でしょう。で、その上で、定足数への言及。で、課題に、あ決議にですね。消、え、耗、ー、人についてはね。決議にが取り消し。 これが実は取り決議1の取り消しが前提になってくるというね。えー、そのところもね、えー、一応歌詞の連鎖のところもまあ踏まえて論じていくと、まあ非常に良かったかなという感じになるでしょうか。まあ最低限としてはね、やっぱこの辺の判例にいかに言及したかというね、そこになるかなと思います。で、あとは判例正確に引用していく。で、本件での特殊上の定足数、そこにもちゃんと踏まえていくとかね。え、それができたらまあ十分だったかなと思われます。はい。まあ証文のにはあまり入ってなかったかなと思いますけれども、まあ証文1と比べてですね、あのー、決議2が取り消し自由がなくなるというね、えー、そこがまあ踏まえられたらなおよ かかかったかなとといううころでしょうか、まあ、ちょっとここは、ねえー、思いつきにくい多分、あまり、ね、多くの方得点取りきれなかったんじゃないかなと思われますね一応何が問題かがちょっと見えにくいんですがただ、訴えの利益ですのでとりあえず実益なしという、ね、そっちの方向になんとかこう、ね、やっている方が多かったかなと思いますけれどもこの決議の取り消す実益が問い主と比べたらないという、ね、そこを何とか紐付け 具体的事実、そしてはこの BCD の役に選任だったというね、そこを踏まえて何とか書いてれば、まあそれなりに点は入っただろうと思われます。はい。えー、まああとは出題趣旨採点時間をちょっとね、見たいところにはなります。民訴。問いの位置ははっきり言って僕は、違法収支証拠はね、あの、民訴で聞くのは悪問だというふうに個人的には思ってますけれども、まあ,しゃあないで、社内性聞かれた以上ね、おそらくですが、それなりに基準、法的根拠何らかの形で事実拾ってれば OK。もう最低限できることですね。そこをやってれば OK です。で、 新義足踏まえて、判例がちゃんと意識できていれば、良好に近づくかなっていうね。あまり差がつかないと思いますのでね。問いの1の出来不出来はあまり皆さん気にしないでください。はい。問いの2はこれ、大きく差がつくと思いますんでね。この問いの2については論理的にちゃんとね、ああい,いう、えー、答えをね、論理的に出せたかどうかがまあ重要なところでしょう。で、あとは不利益変更の内容ね。主文レベルだけじゃなくて、規範力に関する不利益変更も含むとかね。えー、そういったところも拾っていただけるとね、えー、さらに良かったのかなとは思われます。問いの3。 はい、えー、規範力の拡張と反射光、参加的効力、一応の検討できたらば OK ですし、判例正確に、とりわけこの参加的効力ですね、えー、そこに関しての当てはめで間違ってるとちょっときついね、感じになるかもしれません。はい、まあ一応の水準はね、えー、とりあえず、 それぞれの要件を検討する。で、これ多数当事者に言えることなんですけども、多数当事者はほとんどの人が要件検討すらまともにできないね。えー、そういうレベルの受験生がかなり多いですんで。なので多数当事者のところは皆さん心の勉強としては、要件論をしっかり勉強しようというふうにしていただくと、おそらくね、えー、今後も役に立つかなと思われます。はい。えー、カッの2、もうこれも問いが聞かれてるんでね、えー、補助参加人による援用の可否。 で、ご素に作用するかを、まあ一応論理的に出せていれば十分。まあ、現場思考問題ですんでね、えー、そこはもうね、ある程度答え、えー、聞かれたことにね、答えていれば十分だったかなと思われます。で、ご素に作用するかどうかを、 一応の水準化の横にまあ差がつくとしたこの46条ですね。えー、そこにちゃんと言及しながらやったかどうか。あとは正確にこの趣旨ですね。えー、捉えられたかどうかというあたりがまあ大きく、ね、差をつけたんじゃないかなとは思われます。で、えー、一応まあ最後に、ね、なりますけれども、まあ、一応民法、民訴、えー、商法3科目ね、えー、一気にやってきましたけれども、あのー、この3科目に限らずですね、あのー、受験生の勉強方向とか、まあ、勉強方針とかね、まあ、いろいろとこう見たりする、えー、聞いたりする、ねえー、機会がある中で、まあ、ちょっとね、 あの、意識が若干ちょっとこうね、あの、どうしても完璧主義になりがちな人がどうしても多いというね。えー、これがまあ、その司法試験の業界のまあ、現状のね、ちょっとまあ、あの、なんだろう、受験生多くの共通項かなというふうに見えてます。まあ、いろんな人がいろんな受験指導をね、なんかツイッター、まあ、なんか X になってますけどね。えー、とりあえずまあ、いろんなこう、形でやってはるんで、まあ、結構受験生が混乱するというね、えー、そういうところがまあ、結構あるのかなと見て取れます。でも、大事なところってそんなにブレてないのでね、えー、予備試験にせよ、司法試験にせよ、まあ、あのー、基本的なまあ、やるべき学習方法というのは、いかにこの問題 で一応の水準確実に取って、で良好に近づけるか、もここにねまずは焦点を当てるべきです、あの受験指導の中に、ね、いろいろ見てると、もうなんかいきなり優秀とは狙っていこうみたいなね、ねそういうホームラン狙いのね受験指導とかは結構目立つんですけれども、こんなもん取れないよとかね、ね優秀とはなんか取れる人なんか、ね、もうごく一握りでありますんで、そういう意味で、まずはまず合格ラインね、えー、行こうと思うと、一応の水準着実に取ると、でそのためにじゃあどうするのというと、 民事だったらね、えー、レジュメ二ページか三ページに今日はね納させてま納させてもらいましたけども当事者の立場で条文跳ね基づいて法的構成するこれを徹底的に貫くことですであとはまあ物件的請求が出たときに受験生ね苦手にすることがあるんで物件的請求については典型的な抗弁を四つな自然にねリストで持っとくといいかなと思いますがまあ今回出なかったんでまああので出る機会があればねまたその時の講義ね聞いていただけたら嬉しいなとは思いますはいあとまあちょっとね今後の学習といいますかこれ他の科目にもね通じるところではあるんですけども、えー、レジュメ三ページ のところですかね要件検討に関しては網羅するという式を持ってくださいもうこれだけで大きな差になってくるんでね、えー、網羅するというね、えー、それをやることだけでもものすごく点が伸びますでこれ逆に言えば要件条文の要件でもあるにもかかわらず その条文の要件の言及を落としていると、これもうね、はっきり言って、そこだけで点がね、大きく損をするね、感じになりますので、要件もらもうこれ言われなくても当たり前というふうにね、やっていていただくといいかなと思います。で、その中で、要件を網羅的に検討する中で争点が見えます。ね、論点じゃなくて争点です。ね。要件検討する中で争点をちゃんと拾っていく。まあ、あの、改正がいっぱいありましたんでね、えー、民事法もそうですし、まあね、えー、まあ民法は特にそうですけどもね、論点がかなり減って、その分何になったかっいうと、条文に的確 に当てはめるというねこういう問題が増えてきている、ねえー、そういう感じですなのでまあ、いかに条文に当てはめるかまあ今回でいけばね損害場所のところの当てはめなんかまさに条文当てはめだし、えー、短期所住権のところもね条文当てはめの問題ですのではっきり言って本当にもうこの条文のね、えー、当てはめをしていくというねこの意識ねすごく大事なところかなと思いますであとは差がつく安いところでありますが問いの位置からバカ正直に答えないね、えー、問いの位置がいきなり難しかったりすることもあるので取れるところで取るいいですかね、えー、難問で無理をしない25 5点もこれ、現場志向の推測が働きますんで、25点はやばいぞ、これってね、えー。そう思っていただいて、後回しにするとかも一つあり得るところであります。まあ、取れるところで着地点取る。ね、えー、今年まあね、阪神、校長だったりしますけどね、取れる時にちゃんと取ってるから勝ってるね、えー。そんな感じになりますけれども、取れるところで取れないとね、本当にもうね、あっという間にね、えー、その、そこに沈んでしまうということもあり得るんでね、取れるところで本当に取ってくださいというね、えー、そういう感じでしょう。で、あとは全科目共通は5番、双方向。 とりわけ、後方系と刑事系は、双方向という意識が歩かないかだけでもね、全然答案の質が変わるというね、えー、そういう感じがします。まあ、あの、双方向やってるだけでもちゃんとこうね、問題文の全部の事実を拾える形になってくるんでね、えー、そういう意味でも、まあ、この双方向というところをね、えー、まあ、今日の問題だったら、双方のね、えー、民に向けたいの認定であるとか、えー、あとは民、その、違法収集証拠なんかでもね、双方向やろうもばできるんですけれども、まあ、違法収集のところはね、どうでもよかったんで、まあ、飛ばしましたが、この双方向というところもね、 要件、重足不重足両方の方向の、ね、要件がありますあ事実がありますので、まあ、その辺りをちゃんと拾っていけばおそらくですがそんなに、ねえー、一応の水準を切ることはなくなるかなという、ねえー、気がしますので、ねえー、そういう意味でまあ今後の勉強として、まあ、一応の水準を超えて良好を狙うそのために何がいるかという、ねえー、その一般不足はまあこの辺りかなと思いますのでよかったら、ね、参考にしてもらえたら嬉しいなと思います。 はい。えー、ちょっと参考答案等をね、えー、見る機会があんまなくて申し訳なかったですけれども、まあ一つね、えー、受験生にちょっと毛が生えたあたりのね、えー、人が書いた答案、まあこのレベルでもまあ十分合格ラインのね、等案になってると思いますんで、まああの、ここまで書けなくてももちろん合格すると思うんでね、えー、そういう意味ではまあ一応の水準を取ることを大事にする。で、すだい趣旨採点時間出たら、一応の水準がどこだったかっていうのはそこの確認ね、えー、確実に毎回ね、するようにしていってください。はい。ということで、まあ,、えー、じゃあ一応の水準だけじゃない、ね。<laughs> 一応の水準から良好でね、そこがどこにあるか とといいいううねねちゃんとどの問題でも、ね、見るようにして,おいてくださいはい、ということで、今日は3時間ね、かなり暑い日の、お休みの日にね、わざわざ来ていただいたり、あるいはね、ズームで見ていただいてしまして、ありがとうございます。ま、ああの、もしかしたら YouTube でね、後で見ているという方もいるかもしれませんけども、あの、この、私のね、話が、ま、今後の皆さんのね、勉強の参考になれば非常に幸いかなというふうに思ってます。ま、ああの、民事系のね、解説、まあ、 一応予備試験でもまたねやる予定でありますので、またね予備試験の方の問題、えー、商法ミスやったかな、多分ね、えー、そこをやる予定にはしてますので、またよかったら見ていただけたらと思います。はいということで、まあ、一応ね、えー、私からの民事系の分析会について、以上で終わりになります。どうもお疲れ様でした